2018年9月18日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第4452話、花。嵐いなくなった?ぽいので迷ったけど書いとく。車の免許取ったばかりの頃って、みんな仲間内で集まって行ったことない道とか、ドライブしまくったりするよな。一昨年の俺もそうで、夏休みに実家に帰った時に、地元に残った友達から誘われて、何度かドライブに行っていた、その時に起きた事件を書こうと思う。お盆の少し前くらい、朝からかなり暑い日だったのを覚えている。中学の頃の同級生で、地元にいた頃はよくつるんでいた草レインの友達から、女の子誘ったか、ラドライブ行こうぜ、と電話があって、午前中のうちに迎えに来てくれることになった。俺は、友人がどういう意図で俺を誘ったのか知っていたが、わら。要するに、友人はその時付き合いたい女の子がいて、1対1じゃ誘えないから、友達、呼んで4人でってことにしたわけだった。ぶっちゃけ俺は、ただのオプションなんだが、まあ連れの女の子も来るらしいし、大学行っても、相変わらず全く女っ気のなかった俺にとっては良い話でもあった。日も高くなった頃、友人が迎えに来て車に乗り込んだ。そして友人の目的の女の子の家に迎えに行き女の子二人とも合流した。仮に友人を T サチが好きな女の子を M コロモの友達を A チナとしておく。T サチは、まず地元から近い山の中にある結構有名な観光地へ行き、そこで夕方まで、ブラブラして、その後飯を食ってからさてどうしようか、というすごく安直な計画を立てて、いた。計画通りに出発し、夕方近くまで観光地周辺をブラブラしていたりしたのだが、帰り際に、寄った公園から近くの山に展望台らしきものが見え、M コロモが、夜景が綺麗そうだから、見に行きたい。と言い、鋭気なもノリノリだったので俺たちはひとまずそこへ向かうことにした。544。しばらく進んでいると展望台への看板があり、その方向へ進んだのだが、どうも、どこかで道を間違ったらしくいつまで経っても目的地に到着できず、そのうち、日が傾き始めてしまった。仕方がないので一度来た道を戻ろうかと話していると、T サチが、ちょっと一服させて、くれ、と言って車を舗装されていない脇道のところに止めた。実は、4人の中で唯一 T サチだけがタバコを吸うのだが、俺含む3人は吸わないので、車内で吸わせてもらえない T サチはこうやって何度か車を止めて外でタバコを吸って、いたわけだ。T サチが車を止めた道の少し先の方でタバコを吸い、M コロモと H ナはそのまま車の中に。俺は、車の外に出て外の空気を吸ったり背伸びをしたりしていた。すると、T サチが俺に、おい、ちょっとこっち来てくれ、と呼びかけてきた。T サチの方に行くと、俺は、T サチが俺を呼んだ理由がすぐにわかった。俺たちがいる道から30メートルか40メートルくらい離れた森の中に、距離が離れているのでよくは、わからないが、何かやけにでかい花のようなものが見える。花と書いたのは、その物体の外輪部分が赤というか朱色っぽい色で、真ん中あたり、が白っぽく見えたから、一番表現的に近いのが花だったからだ。大きさは遠くなのではっきりとはわからないが40から50センチメートルくらい、花?と書いたが、形は円形というより長方形に近い。俺は、T サチに、何あれ?と聞いた。当然 T サチにもわかるわけがなく、いや、知らんて、つうかわかるかよ、と当たり前の返答、をしてきた。俺たちがそんな話をしていると、気になったのか M コロモと H ナもこちらにやってきて、H ナが、何してるの?と言ってきた。俺と T サチは例の花っぽい物体を指さし、俺が、あれなんだと思う?と聞いてみた。当然 H ナにも答えられるわけがなく、
わかんない。それより早く展望台行こうよ。と、あまり興味なさそうだ。が、俺とティーサチはこの正体不明の物体に画然興味が湧いてしまい、とりあえず、近づいて正体を確かめようと、ヤブをかき分けてそれの方へ歩き出した。すると M 衣が、ちょっとやめようよ、なんかあれ気持ち悪いよ。と言ってきた、が、ティーサチは好きな娘の前でかっこいいところを見せたかったのだろう。大丈夫だって、ちょっと、待っててよ、すぐ終わるから。とどんどん進んでいく。エイチナも、ねえ、もういいからやめとこうよ、私もなんかあれ気持ち悪い。と言ってきた。俺とティーサチは M 衣とエイチナの静止も聞かず、とうとうそれから10メートルくらいの場所にまで、近づいた。近づいてもそれの正体はわからなかったが、この物体がどういう形のもので、どういう状態なのかは、はっきりとわかった。それを最初俺は、花のようだと表現したが、近づいてみると全く別の異様な物体、だった。今までこういうものを見たことがないし、似た、ものもあまりないので、文字で表現する、のがすごく難しい。最初の方で書いたように、長方形に近い外輪部分は朱色なのだが、近くで見るとこれは、花びらのようなものではなく、なんと言えばいいのか。強いて一番近いものがあるとすれば磁石。お近づけた砂鉄が質感的にも似ているし近い、朱色のそんな感じの金属質のものがざわざわと、うごめいている。そしてさらに異様なのは中心部で、遠目に見たとき白っぽい何かに見えたのだが、近くで見てみるとそれは色白の人の肌のような質感の球体に近い物体で、凹凸や、目鼻口のようなものは一切なく、なんと表現したらよいのか、人間の皮膚と肉が、そのまま球体になったような異様な姿で、時々息つくように動いている。ざわざわした朱色の砂鉄状のものが、人の皮膚のような球体の物体の外輪部を覆っている、そうとしか表現ができない。そして極めつけは、それは空中に浮いていた。見間違いではない、暗くなり始めた森の中ではあるけど十分な明るさがある、周りに本体を支えていそうなものはないし、そもそも本体から手足が伸びているようにも見えない。地上1メートルくらいのところに明らかに、浮いて、いる。これが一番異様だった。俺は、この異様な物体を目の当たりにして、瞬間的に怖いというよりなぜかグロ画像を、見た時のようなおかんと嫌悪感を感じた。外見上異様ではあるが、そこまで、気持ち悪い、形状の物体ではないはずだが。横を見るとティーサチも同じらしく、無言で硬直しそれを凝視していた。俺は、ティーサチに、おい、とりあえず戻った方が良くないか、なんかこれやばいっぽいぞ。と、言った。ティーサチははじめ呆然としていたが、俺に言われて、多分、あれ生き物だよな？刺激しない、ように逃げよう。と言うと、ゆっくり後ずさりし始めた。ゆっくりとしばらく後ずさりして距離を取ると、俺たち二人は後ろを振り返り早足に、車と M 衣と H なところへ歩き出した。M 衣と H なのところまで来ると、二人が青ざめた顔で、ねえ、こっちついてきてるよ。と、俺たちの後ろを指さしながら言ってきた。驚いて俺とティーサチが振り返ると、それは10メートルくらいの距離ところに浮いている。どうやら一定の距離を保って追ってきているらしい。M 衣が、ティーサチくん、なんかあれ気持ち悪い、早くっこからは慣れよ。と言ってきた。俺とティーサチも言われるまでもなくそうするつもりで、4人で大急ぎで車に乗り込み発進させた。車を発進させ、これで安心だと思っていると、ティーサチの様子がなんかおかしい。しきりにバックミラーやサイドミラーをチラチラと見ていて、妙に落ち着きがない。俺が、ティーサチ、どうした？と言うと、ティーサチはジェスチャーでバックミラーを指さしている。どうやら、自分で見てみろ、ということらしい。俺は、
その時点でどういうことかわかったが、とりあえず自分の目で確認したいので、助手席から腰を浮かせ後ろを見た。予想通り、リアガラス越しにそれが追ってきているのが見える。車は細い山道ということもあり 70km くらいの速度だが、それはつかず離れずで追ってきている。あのなんだかわからない物体は、俺たちに直接危害を加えるようなことはしないようだ。でも、生理的嫌悪感を感じるなんだかわからないもの。に追いかけられるというのは、それだけで恐ろしい。俺は、この時それを心底実感した。H長。ねえ、どうするの？あれずっと追いかけてくるよ。というと、T サチが。とりあえず、この道をずっと下れば街中に出るわだ。とにかくそこまで逃げよう。と言った。確かに、相手に正体も目的もわからない以上、人気の多い場所に行くのが一番。安全そうだ。それも何か仕掛けてくる様子もないし、このまま走っていれば、諦めるかもしれない。車を走らせて10分くらいした頃だろうか、車内に変化が起きた。M 衣が、〇〇君、俺、ちょっとエアコン止めてほしい、と言ってきた。そういえば、ずっと追われていることばかりに気を取られていたが、なんだか車内が、妙に肌寒い。俺は、まだまだ結構標高が高い場所なのと、そろそろ暗くなり始めたのが、原因だろうと思い、エアコンを止めた。が、エアコンを止めても車内はどんどん寒くなっていく。息が白いとかほどではないが、夏場とは思えないくらい車内が寒い。俺は、この状況に混乱しながら、後部座席の二人を安心させるように。ほら、山だから。こういうこともあるさ。と言ってエアコンを暖房にした。内心かなり不安だったが、T サチも、あと20分かそれくらいでふもとの町中に着くから、そうすればまた暑くなるな。と無理に元気なふりをしている。ぶっちゃけ無理しているのがバレバレだったが。それからしばらくして、暖房をつけているにもかかわらず、車内はどんどん寒くなっていき、まるで真冬のようになってきた。息を吐くと息が白いし、なんだか耳や足の指などの、末端部分が痛くなってき始めた。暗くなってきたのでよく見えないが、それは、まだ車から10メートル程度の距離を保ちながら、追ってきているようだ。どう考えてもこの寒さは尋常ではない、明らかに追ってきているあの謎の物体が、関係している。M 衣が、H 菜ちゃん大丈夫？ねえ？と H 菜に声をかけている。H 菜は、大丈夫。と言っているが、明らかに声が弱々しく、なんかぐったりしている。寒さのせいなのかそれとも他に原因があるのか、とにかく H 菜はかなりヤバそうで、ガタガタ震えながら M 衣に寄りかかっている。その寄りかかられている M 衣もガタガタ震えていて、こちらも大丈夫というわけでは、なさそうに見えた。その時、T サチが、もうダメだ、もう運転できない。とハンドルから両手を離し車を止めて、しまった。俺は、T サチに、なんで止めるんだよ。今止めたらやばいだろ。と言ったが、T サチは、ガタガタ震えながら、もう無理だ。手が、と言って両手を脇の間に挟んでいる。俺もかなり寒くて、参っているのだが、どうも T サチはそれ以上にきつそうだ。そこで、T サチ、俺が運転変わるわ、一旦降りろ。と言った。そして俺も車を降りたのだが、外はありえない寒さだった。冬なんてもんじゃない、耳、手足の指先が刺すように。痛い。鼻で息をすると鼻の中が一瞬凍るのがわかる、それくらい寒い。大急ぎで俺は、T サチと交代し、T サチが助手席に乗ったのを確認してハンドルを握った。その時、T サチの言っていることの意味がわかった。ハンドルがまるで氷を触っているみたいに冷たい、とても長時間触っていられるよう、な冷たさではない。バックミラーを見ると、それは、まだ10メートルくらいの距離を保って止まっている。俺は、
ダッシュボードを開けると、中にある布や紙をありったけ取り出し、それで、手をぐるぐる巻きにすると無理やりハンドルを握り、車を発進させた。さらに走っていると、M 衣が、ねえ、H なちゃんの様子がおかしい、どうしよう。と震えて、弱々しい声で言ってきた。H なは何か上ごとのように、大丈夫、大丈夫。と言っている。T サチが、後ろに俺の上着があるはずだから、とにかくそれを着せてやってくれ。と同じく震えながら言った。H なは早く何か処置しないとやばそうだ。とにかくこの状況はやばすぎる。俺もそろそろ手が限界だ。何より寒すぎて体が思うように動かないし、なんか、判断力もなまってきている。と、その時、やっと森が明けて人家や街並みが見えてきた。車の中は、まだ尋常じゃないくらい寒いし、後ろからそれもまだ追ってきている。でも、俺たちはそれだけでもかなり気が楽になった。そしてさらに進むと、道の先に総合病院っぽい大きな白い建物が見えてきた。M 衣と H な、特に H なはかなりヤバい状態だ。俺と T サチも言うほど無事ではない。とにかくなんとかしないといけないと思った俺は、車を飛ばし病院の玄関へ。横付けすると、ガタガタ震えながらドアを開けて助けを呼んだ。寒すぎて体がうまく動かず、声も小さかったが。この時気づいたのだが、外に出ると外は十分すぎるほど暑かった、熱帯夜の暑さだ。後ろを見ると、いつの間にかそれも消えていた。どうやら助かったらしい。玄関の異変に気がついたのか、病院から看護婦や何人かの人が出てきて、俺たちを病院内に入れてくれた。M 衣と H なは担架で運ばれていった。その後、俺と T はどうも軽い低体温症にかかっていたらしく、病院内の風呂に、連れて行かれて風呂に入らされた。M 衣と H な、特に H なは症状が結構重いらしく、どこか別の場所で処置を受けている、らしかった。30分後くらいだろうか、やっと俺は、震えが止まり、風呂から上がり服を着て出された。ほっとココアを飲んでいると、事件性があると通報されたのか、警官二人が俺と、T サチのところに事情を聞きに来た。俺たち二人は嘘をついても仕方がないと思い、あの場で起きたことをすべてありのままに、話したのだが、当然のことだが全く信じてもらえない。一応警官は T サチの車の中を調べたり、別の警官が俺たちがあの奇妙な物体に出会った場所まで行ったらしいのだが、それらしき証拠は何もなく、最初俺と T サチはかなり疑われ、尿検査までさせられた。まあ、今から考えれば真顔であんなこと言えば薬物中毒か酔っ払っていると思われても、仕方がなかっただろうけど。その間多分2時間か3時間くらいだったと思うのだが、とにかくその間に M 衣と H な、も回復したらしく、症状の重かった H なは安静をとって今日1日は入院ということらしいが、後遺症もなく助かったようだ。警察も、事情を聞く限り事件性はなさそうということで、なんでこんなことになったのかは、これからも調査するから、また事情を聞くかもしれないと言って帰っていった。その後、M 衣と H なの両親がやってきて、俺と T サチと M 衣が事情を話したのだが、反論とか、疑いの目とかはなく聞いてはくれていたけど、まあ信じてはいなかっただろう。とりあえず H なの病室に全員集まり、いろいろと話をして、俺も T サチも M 衣も回復したとはいえ、消耗しているので、早々に帰って寝るようにと医者に言われ、病室を出ることにした。M 衣はそのまま両親に連れられて帰っていった。俺と T サチも病院を出て帰ろうとしたのだが、病院のロビーでちょっとしたトラブルがあった。本編とは関係ないので省くが、H なは翌日には予定通り退院し、その後俺たちにはこれといって何も起きていない。強いて変化があったとすれば、T サチと M 衣が付き合いだし、
東京にいる俺に軽く殺意を覚える写メをしてきたことくらいだろうか。最後に、結局あれが何だったのかは全くわからない。そもそも生物っぽくはあったが、本当に生物だったのかすらわからない。完全に俺の主観なのだが、あれは幽霊とかそういう類のものではないような気がする。もっと物質的というかなんというか、そういうもののように見えた。終わり。ネットで見つけた怖い話。第4453話、世代を超えて。怖い話をするヒゲを生やしたある人物が話した話の元ネタ。その元ネタは昔から地元、N 市に住んでる人は知ってる話。明治時代 N 市はもともと小さな村だったが織物や工業が盛んになり人が集まるようになった。当時田んぼや山などを所有していた地主たちはこの時に土地を売買して儲けたわけだが、彼らの中に、A という大地主がいてこの人が B という人に土地を売った。この土地を買った B という人はその場所に家を建てて暮らしていたが、庭の一部が土地からはみ出ていると A とトラブルになったらしい。それからというもの A と B は頻繁に言い争いをし、ある日 B は A の自宅に乗り込み、頭にナタを振り下ろし殺してしまった。当然、B の身内は N 氏に入られるわけがなく引っ越していった。しかし時が流れて昭和に入った頃 B の孫にあたる C が偶然にも N 氏に引っ越してきた。この C は市内の工場で働き始めたわけだが、その工場で知り合った E という女性と交際を始めた。数年して C は E との結婚を認めてもらうため、E の父親に会うことになったのだが、この E の父親は、大地主 A の孫だった。孫同士で年齢がおかしいと思うかもしれないが、B より A の方が年配だから、もう想像がついてると思うけど書きます。女は親が決めた男と結婚するものだという風潮があったため、E の父親は C と E の結婚に大反対。C は何度も頭を下げたが許してもらえず、ついに C は E の親父を包丁で刺し殺してしまった。つまり時代を超えて復讐したような形になったわけだが、この関係が判明したのは、事件が起きてからしばらく経ってからのことで、C はこのことを知らなかったそうだ。ごめん、鋭意に分けてたら関係性間違って書いてた。ネットで見つけた怖い話。第4454話、小さくなる影。ことの始まりは先々月くらいになります。母方の実家は結構な田舎で、分け合って私は、そこで一人暮らしをしていたんですが、夜、私が寝ていると、縁側の方の襖が、ふっと明るくなったんです。私がそれに気づいて、襖の方に目をやると、そこには、ものすごく大きな人の影があったんですよ。いや、人の影、と言っても大きすぎて腰だけしか映ってなかったんですが、手の形がはっきりと見えたので、私は、それが人の影だとわかったんです。私は、びっくりするだけで、何もできなかったのですが、その影は、私が見ていることに気づいたのか、次の瞬間には明かりごと消えてしまいました。かなり怖かったのですが、本当に一瞬の出来事だったので、見間違いか何かだと思い、その日は寝てしまいました。しかし、それからほぼ毎日、夜中に全く同じことが起こるようになりました。最初に影が見えるようになってから5日目くらいになって、さすがに私は、これは夢ではないぞ、と思い始めました。誰かのいたずらか、目の錯覚か、何かはわからないものの、連日連夜外が明るくなり襖に人の影が映るなんてことは、気味の良いものではありません。ですが、誰に相談すればいいかわからなかった私は、誰にもそれを話すことのないまま、そんな状態を一週間ほど過ごしました。続きです。毎夜毎夜、その影を見ていた私は、あることに気づきました。明かりと影は私が襖を見るまでは消えてくれないのです。そして、もう一つ。
影が日に日に小さくなっていくのです。最初、腰だけしか映っていなかった影は2週間経った頃には、お腹から膝まで見えるようになっていました。この頃には私は、毎日のように起きるこれは、いたずらなんかではなく、霊的な何かなんだろう。と思い始めており、影がだんだんと小さくなっていくことに気づいた時は、放っておいたらそのない消えてしまうだろうと考えたのです。私が思った通り、影は1月もすればほとんど全体がわかるほどに小さくなっていました。夜、気づかないまま寝てしまうのこともしばしばあり、次第に恐怖心も薄らいでいきました。それからつい先日までは、影が小さくなっていくだけで何も起こることがなく、日が過ぎていきました。影が全身を映すようになり、髪が腰まで伸びたいかにもな風貌に、最初の頃はこの影がものすごく大きかったのだと思うと、少し恐怖したのを覚えています。そして2日前、友人の家に呼ばれた時、その影の話を初めて人に話しました。2ヶ月前からほとんど毎日影が現れること、その影が日に日に小さくなっていくこと、今ではもう、普通の人間くらいの大きさになっていること。私は、影のことについて全てを話しました。すると、友人は少ししてから急に青ざめて、携帯を取り出しました。お前、頭悪いなぁ。そう言うと友人は部屋を暗くして携帯の写真用のライトをつけると、私に光を浴びせました。こっちに来い。心なしか友人の手は震えていました。私は、言われるままライトの近くに立たされます。あっちの壁に向かってゆっくり歩いてみろ。私は、わけもわからずに、ただ言われるままにライトから遠ざかり、壁へと歩きました。そして、壁のすぐ近くまで歩いたとき、私は、恐怖で腰を抜かしました。影が、小さくなってる。気づけば、私は、今まで経験したことのない震えと鳥肌に襲われていました。そう、高原から離れ、壁へと近づいた私の影は、だんだんと小さくなっていったのです。少し考えればわかることでした。昨日見たとき、あの影の主は人間と変わらない大きさ、つまり、襖のすぐ近くまで、あの影の主は来ていたのです。最後投稿するの忘れてました。今は、もうあの家に戻りたくないので、友人の家に泊めさせてもらっていますが、もし、気づかないままあの家に住んでいたら、私は、どうなっていたのか。それを考えると、未だに震えが止まりません。ネットで見つけた怖い話。第4455話、しきたりに。まだ実際言ったわけじゃないけど気味悪いなと思ったこと。3月の末に祖父が亡くなったんだ。母方の祖父で住んでいるところは山奥の村。村社会ってのはいろいろ根付いてる。しきたり、みたいのがあるらしく。そのしきたりに習って、葬儀をしなくちゃいけない、気を使うところが多く苦労しました。葬儀は村の人全員で行う、名前を呼んではいけない。屋号、で呼ばなくてはいけない。家ごとに仕事が決まっていて、手伝うことは厳禁、ろうそくに火をつけるのはまるまるの役、墓石を掃除するのはまるまるの家長、などととても細かく決められていた。むしろ親族はほとんど何もすることは許してもらえずポカーンですよ。何が何やら、で、火葬まで終わったら見たこともない村の人に孫一同呼ばれて、100日には皆来れるんだね。何のことだと聞いたらば、死んだ100日目には、親族で村にある山に登るのが習わしなのだそうだ。そうすると、そこで死んだ人と同じ顔をした人に会えるというのだ。まだ100日にはなってないのだが、正直行きたくないしすっごい怖い。ネットで見つけた怖い話。第4456話、カンカンヘビネジ。
カンカンヘビネジ。1/20。小中マナの頃は田舎もんで世間知らずで、特に仲の良かった A、B と3人で毎日バカやって荒れた生活してたんだわ。俺と A は家族にもまるっきり見放されてたんだが、B はお母さんだけは必ず構ってくれてた。あくまで厳しい態度でだけど、なんだかんだ言って B のためにいろいろと動いてくれてた。その B 星が中3のある時、かなりきつい喧嘩になった。内容は言わなかったが、精神的にお母さんを痛めつけたらしい。お母さんをズタボロに傷つけてたら、親父が帰ってきた。一目で状況を察した親父は B を無視して黙ったまんまお母さんに近づいていった。服とか髪とかボロボロな上に、死んだ魚みたいな目で床を呆然と見つめてるお母さんを見て、親父は B に話した。B 父、お前、ここまで人を踏みにじれるような人間になっちまったんだな。母さんがどれだけお前を思ってるか、なんでわからないんだ。親父は B を見ず、お母さんを抱きしめながら話してたそうだ。B、うるせえよ、てめえは殺してやろうか？あ、B は全く話を聞く気がなかった。だが親父は何ら反応する様子もなく、淡々と話を続けたらしい。B 父、お前、自分には怖いものなんか何もないと、そう思ってるのか。B、ねえな、あるなら見せてもらいてえもんだぜ。親父は少し黙った後、話した。B 父、お前は俺の息子だ。母さんがお前をどれだけ心配してるかもよくわかってる。だがな、お前が母さんに対してこうやって踏みにじることしかできないなら、俺にも考えがある。これは父としてでなく、一人の人間、他人として話す。先にはっきり言っておくが俺がこれを話すのは、お前が死んでも構わんと覚悟した証拠だ。それでいいなら聞け。その言葉に何か凄まじい気迫みたいなものを感じたらしいが、いいから話してみろ。と煽った。B 父、森の中で立ち入り禁止になってる場所知ってるよな。あそこに入って奥へ進んでみろ。あとは行けばわかる。そこで今みたいに暴れてみろよ。できるもんならな。708、カンカンヘビネジ。2/20。親父が言う森ってのは、俺たちが住んでるとこに小規模の山があって、そのふもとにある場所。樹海みたいなもんかな。山自体は普通に入れるし、森全体も普通なんだが、中に入ってくと途中で立ち入り禁止になってる区域がある。言ってみれば四角の中に小さい円を描いてその円の中は入るな、ってのと同じで極めて部分的。2メートル近い高さの柵で囲まれ、柵には太い綱という指定線、柵全体にが連なった白い紙が絡まってて、独自の紙水みたいな、大小いろんな鈴が無数についてる。変に部分的なせいで柵自体の並びもいびつだし、とにかく尋常じゃないの一言に尽きる。あと、特定の日に巫女さんが入り口に数人集まってるのを見かけるんだが、その日は付近一帯が立ち入り禁止になるため何してんのかは謎だった。いろんな噂が飛び交ってたが、カルト教団の洗脳施設がある。ってのが一番広まってた噂。そもそもその地点まで行くのが面倒だから、その奥まで行ったって話はほとんどなかったな。親父は B の返事を待たずにお母さんを連れて2階に上がってった。B はそのまま家を出て、待ち合わせてた俺と A と合流。そこで俺たちも話を聞いた。A、父親がそこまで言うなんて相当だな。俺、噂じゃカルト教団のアジトだっけ。捕まって洗脳されちまえってことかね。怖いっちゃ怖いが。どうすんだ？行くのか？ B、行くに決まってんだろ。どうせ親父のハッタリだ。面白半分で俺と A もついていき、3人でそこへ向かうことになった。あれこれ道具を用意して、時間は夜中の1時過ぎぐらいだったかな。意気揚々と現場に到着し、持ってきた懐中電灯で前を照らしながら森へ入っていった。軽装でも進んでいけるような道だし、俺たちはいつも地下旅だったんで歩きやすかったが、問題の地点へは40分近くは歩かないといけない。
ところが、入って5分もしないうちにおかしなことになった。俺たちが入って歩き出したのとほぼ同じタイミングで、何か音が遠くから聞こえ始めた。夜の静けさがやたらとその音を強調させる。最初に気づいたのは B だった。B? おい、何か聞こえねえか？ B の言葉で耳を澄ませてみると、確かに聞こえた。落ち葉を引きずるカサカサ、という音と、枝がパキ、パキ、通れる音、それが遠くの方からかすかに聞こえてきている。709、カンカンヘビネジ、20分の3、遠くからかすかに、というせいもあって、さほど恐怖は感じなかった。人って考える前に動物ぐらいいるだろ、そんな思いもありかまわず進んでいった。動物だと考えてから気にしなくなったが、そのまま20分ぐらい進んできたところでまた B が何か気づき、俺と A の足を止めた。B? A? お前だけちょっと歩いてみてくれ。A? なんでだよ。B? いいから早く。A が不思議そうに一人で前へ歩いていき、またこっちへ戻ってくる。それを見て、B は考え込むような表情になった。A? おい、何なんだよ？俺、説明しろ。俺たちがそう言うと、B は静かにしてよく聞いててみと、A にさせたように一人で前へ歩いていき、またこっちに戻ってきた。二三度繰り返してようやく俺たちも気づいた。遠くからかすかに聞こえてきている音は、俺たちの動きに合わせていた。俺たちが歩き出せばその音も歩き出し、俺たちが立ち止まると音も止まる。まるでこっちの様子がわかっているようだった。何かひんやりした空気を感じずにはいられなかった。周囲に俺たちが持つ以外の光はない。月は出てるが、霧に遮られほとんど意味はなかった。懐中電灯つけてんだから、こっちの位置がわかるのは不思議じゃない。だが一緒に歩いてる俺たちでさえ、互いの姿を確認するのに目を凝らさなきゃいけない暗さだ。そんな暗闇で光もなしに何してる？なぜ俺たちと同じように動いてんだ？ B? ふざけんなよ。誰か俺たちをつけてやがんのか？ A? 近づかれてる気配はないよな。向こうはさっきからずっと同じぐらいの位置だし。A が言うように森に入ってからここまでの20分ほど、俺たちとその音との距離は一向に変わってなかった。近づいてくるわけでも遠ざかるわけでもない。終始、同じ距離を保ったままだった。俺、監視されてんのかな ?710、カンカンヘビネジ、20分の4。ええ、そんな感じだよな、カルト教団とかなら何か変な装置とか持ってそうだしよ。音から察すると、複数ではなく一人がずっと俺たちにくっついてるような感じだった。しばらく足を止めて考え、下手に正体を探ろうとするのは危険と判断し、一応あたりを警戒しつつそのまま先へ進むことにした。それからずっと音につきまとわれながら進んでたが、やっと柵が見えてくると、音なんかどうでもよくなった。音以上にその柵の様子の方が意味不明だったからだ。三人とも見るのは初めてだったんだが、想像以上のものだった。同時にそれまでなかったある考えが頭に誤ってしまった。普段は霊などバカにしてる俺たちから見ても、その先にあるのが現実的なものでないことを示唆しているとしか思えない。それも半端じゃなくやばいものが。まさか、そういう意味でいわくつきの場所なのか。森へ入ってから初めて、今俺たちはやばい場所にいるんじゃないかと思い始めた。ええ、おい、これぶち破って奥行けってのか？誰が見ても普通じゃねえだろこれ。B、うるせえな、こんなんでビビってんじゃねえよ。柵の異常な様子にひるんでいた俺と A を怒鳴り、B は持ってきた道具あれこれで柵をぶち壊し始めた。破壊音よりも、鳴り響く無数の鈴の音がすごかった。しかしここまでとは想像してなかったため、持参した道具じゃ貧弱すぎた。というか、不自然なほどに頑丈だったんだ。特殊な素材でも使ってんのかってぐらい、びくともしなかった。結局よじ登るしかなかったんだが、
砂のおかげで登るのは割と簡単だった。だが柵を越えた途端、激しい違和感を覚えた。閉塞感というのかな、檻に閉じ込められたような息苦しさを感じた。A と B も同じだったみたいで踏み出すのを躊躇したんだが、柵を越えてしまったからにはもう行くしかなかった。先へ進むべく歩き出してすぐ、三人とも気づいた。ずっと付きまとってた音が、柵を越えてからばったり聞こえなくなったことに。正直そんなんもうどうでもいいとさえ思えるほど嫌な空気だったが、A が放った言葉でさらに嫌な空気が増した。711。カンカンヘビネジ。20分の5。もしかしてさあ、そいつ、ずっとここにいたんじゃねえか？この柵、こっから見える分だけでも出入り口みたいなのはないしさ、それで近づけなかったんじゃ。B？ んなわけねえだろ。俺たちが音の動きに気づいた場所ですらこっからじゃもう見えねえんだぞ。それなのに入った時点から俺たちの様子がわかるわけねえだろ。普通に考えれば B の言葉が正しかった。禁止区域と森の入り口はかなり離れてる。時間にして40分ほどと書いたが、俺たちだってちんたら歩いてたわけじゃないし、距離にしたらそれなりの数字にはなる。だが、現実のものじゃないかも、という考えが誤ってしまったことで、A の言葉を頭では否定できなかった。柵を見てから絶対ヤバいと感じ始めていた俺と A を尻目に、B だけが俄然強気だった。B、霊だかなんだか知らねえけどよ、お前の言う通りだとしたら、そいつはこの柵から出られねえってことだろ？そんなやつ大したことねえよ。そう言って O へ進んでいった。柵を越えてから2、30分歩き、うっすらと反対側の柵が見え始めたところで、不思議なものを見つけた。特定の6本の木に中連縄が張られ、その6本の木を6本の縄でくくり、六角形の空間が作られていた。柵にかかってるのとは別の、正式なものっぽい紙錐もかけられてた。そして、その中央に賽銭箱みたいなのがポツンと置いてあった。目にした瞬間は、三人とも言葉が出なかった。特に俺と A は、マジでヤバいことになってきたと焦ってさえいた。バカな俺たちでも、中連縄が通常どんな場で何のために用いられてるものか、なんとなくは知ってる。そういう意味でも、ここを立ち入り禁止にしているのは間違いなく目の前のこの光景のためだ。俺たちはとうとう、来るとこまで来てしまったわけだ。俺、お前の親父が言ってたの、多分これのことだろ。ええ、暴れるとか無理。明らかにヤバいだろ。だが、B は強気な姿勢を崩さなかった。B、別に悪いもんとは限らねえだろ。とりあえずあの箱見てみようぜ。宝でも入ってっかもな。B は縄をくぐって六角形の中に入り、箱に近づいてった。俺と A は箱よりも B が何をしでかすかが不安だったが、とりあえず B に続いた。712。カンカンヘビネジ。20分の6。野ざらしで雨とかにやられたせいか、箱は錆だらけだった。上部は蓋になってて、網目で中が見える。だが、蓋の下にまた板が敷かれていて結局見れない。さらに箱にはチョークか何かですごいのが書いてあった。多分カモン、的な意味合いのものだと思うんだが、前後左右それぞれの面にいくつも門所みたいなのが書き込まれてて、しかも全部違うやつ。ダブってるのは一個もなかった。俺と A は極力触らないようにし、構わず触る B にも乱暴にはしないよう注意させながら箱を調べてみた。どうやら地面に底を直接固定してあるらしく、大して重さは感じないのに持ち上がらなかった。中身をどうやって見るのかと隅々までチェックすると、後ろの面だけ外れるようになってるのに気づいた。B?ここだけ外れるぞ。宙見れるぜ。B が箱の一面を取り外し、俺と A も B の後ろから中を覗き込んだ。箱の中には四隅にペットボトルのような形の壺が置かれてて、その中には何か液体が入ってた。箱の中央に、
先端が赤く塗られた5センチぐらいの用紙みたいなのが、変な形で置かれてた。こんな形で6本接する歯科書だけ赤く塗られてる。あれ？なんだこれ？爪楊枝か？ええ、おい、ペットボトルみてえなの中に何か入ってるぜ。気持ち悪いな。B、ここまで来てペットボトルと爪楊枝かよ。意味わかんねえ。俺と A はペットボトルみたいな壺を少し触ってみたぐらいだったが、B は手に取って匂いを嗅いだりした。元に戻すと今度は、お触ろうと手を伸ばす。ところが、汗をかいていたのか指先に一瞬くっつき、そのせいで話すときに形がずれてしまった。その一瞬、チリンチリリン、チリンチリン。俺たちが来た方とは反対、六角形地点のさらに大にうっすらと見えている柵の方から、ものすごい勢いで鈴の音が鳴った。さすがに三人ともうわっと声を上げてビビり、一斉に顔を見合わせた。713。カンカンヘビネジ。20分の7。B。誰だ畜生。ふざけんなよ。B はその方向へ走り出した。俺。バカ、そっち行くな。A。おい B。やばいって。慌てて後を追うと身構えると、B は突然立ち止まり、前方に懐中電灯を向けたまま動かなくなった。なんだよ。振りかよと俺と A がほっとして急いで近づいてくと、B の体が小刻みに震え出した。おい、どうした？言いながら無意識に照らされた先を見た。B の懐中電灯は、立ち並ぶ木々の中の一本、その根源のあたりを照らしていた。その影から、女の顔がこちらを覗いていた。ひょこっと顔半分だけ出して、眩しがる様子もなく俺たちを眺めていた。上下の歯をむき出しにするように一と口を開け、目は座っていた。うわあ、誰のものかわからない悲鳴と同時に、俺たちは一斉に振り返り走った。頭は真っ白で、体が勝手に最善の行動をとったような感じだった。互いを見合わす余裕もなく、それぞれが必死で柵へ向かった。柵が見えると一気に飛びかかり、急いでよじ登る。上まで来たらまた一気に飛び降り、すぐに入り口へ戻ろうとした。だが、混乱しているのか A がうまく柵を登れずなかなかこっちに来ない。俺、A、早く、B、おい、早くしろ。A を待ちながら俺と B はどうすりゃいいかわからなかった。俺、なんだよあれ。何なんだよ。B、知らねえよ黙れ。完全にパニック状態だった。714、カンカンヘビネジ、20分の8、その時、チリリン、チリンチリン、凄まじい大音量で鈴の音が鳴り響き、柵が揺れ出した。なんだ？どこからだ？俺と B はパニック状態になりながらも周囲を確認した。入り口とは楽。山へ向かう方角から鳴り響き、近づいているのか音と柵の揺れがどんどん激しくなってくる。俺、やばいやばい。B、まだかよ。早くしろ。俺たちの言葉が余計に A を混乱させていたのは分かってたが、急かさないわけにはいかなかった。A は無我夢中に必死で柵をよじ登った。A がようやく登り切ろうかというその時、俺と B の視線はそこになかった。ガタガタと震え、体中から汗が吹き出し、声を出せなくなった。それに気づいた A も、柵の上から俺たちが見ている方向を見た。山辺の方角にずらっと続く柵を伝った先、しかもこっち側にあいつが張り付いていた。顔だけかと思ったそれは、裸で上半身のみ、右腕左腕が3本ずつあった。それらで器用に綱という指鉄線を掴んで一と口を開けたまま、巣を渡る雲のようにこちらへ向かってきていた。とてつもない恐怖。うわぁ。A がとっさに上から飛び降り、俺と B に倒れ込んできた。それでハッとした俺たちはすぐに A を起こし、一気に入り口へ走った。アトロは見れない。前だけを見据え、ひたすら必死で走った。
全力で走れば30分もかからないだろうに、何時間も走ったような気分だった。入り口が見えてくると、何やら人影も見えた。おい、まさか。3人とも急停止し、息を呑んで人影を確認した。誰だかわからないが何人かが集まってる。あいつじゃない。そう確認できた途端に再び走り出し、その人たちの中に飛び込んだ。715。カンカンヘビネジ。20分の9。おい、出てきたぞ。まさか、本当にあの柵の先に行ってたのか。おい、急いで奥さんに知らせろ。集まっていた人たちはざわざわとした様子で、俺たちに駆け寄ってきた。なんて話しかけられたか、すぐにはわからないぐらい、三人とも頭が真っ白で放心状態だった。そのまま俺たちは車に乗せられ、すでに3時を回っていたにもかかわらず、行事の時とかに使われる集会所に連れてかれた。中に入ると、うちは母親と姉貴が、A は親父、B はお母さんが来ていた。B のお母さんはともかく、ろくに会話したことすらなかったうちの母親まで泣いてて、A もこの時の親父の表情は普段見たことないようなもんだったらしい。B 母、みんな無事だったんだね。よかった。B のお母さんとは違い、俺は母親に殴られ A も親父に殴られた。だが、今まで聞いたことない温かい言葉をかけられた。しばらくそれぞれが家族と接したところで、B のお母さんが話した。B 母、ごめんなさい。今回のことはうちの主人、ひいては私の責任です。本当に申し訳ありませんでした。本当に。と何度も頭を下げた。よその家とはいえ、子供の前で親がそんな姿を晒しているのは、やっぱり嫌な気分だった。父、もういいだろう奥さん。こうしてみんな無事だったんだから。俺母、そうよ。あなたのせいじゃない。この後ほとんど親同士で話が進められ、俺たちはポカンとしてた。時間が遅かったのもあって、無事を確認し合って終わり。って感じだった。この時は何の説明もないまま解散したわ。一夜明けた次の日の昼頃、俺は姉貴に叩き起こされた。目を覚ますと、昨夜の続きかというぐらい姉貴の表情がこわばっていた。俺、なんだよ？姉貴、B のお母さんから電話、やばいことになってるよ。受話器を受け取り電話に出ると、すごい剣幕で叫んできた。716、カンカンヘビネジ、20分の10、B 母、B がおかしいのよ。昨夜あそこで何したの？柵の先へ行っただけじゃなかったの。とても会話になるような雰囲気じゃなく、一旦電話を切って俺は B の家へ向かった。同じ電話を受けたらしく A も来ていて、二人で B のお母さんに話を聞いた。話によると、B は昨夜家に帰ってから急に両手両足が痛いと叫び出した。痛くて動かせないということなのか、両手両足をピンと伸ばした状態で倒れ、その体勢で痛い痛いとのた打ち回ったらしい。お母さんが何とか対応しようとするも、いてようと叫ぶばかりで意味がわからない。必死で部屋までは運べたが、ずっとそれが続いてるので俺たちはどうなのかと思い電話してきたということだった。話を聞いてすぐ B の部屋へ向かうと、階段からでも叫んでいるのが聞こえた。いていてよう、と繰り返している。部屋に入ると、やはり手足はピンと伸びたまま、のた打ち回っていた。俺、おい、どうした？ええ、しっかりしろ。どうしたんだよ。俺たちが呼びかけてもいていようと叫ぶだけで目線すら合わせない。どうなってんだ。俺と A は何がなんだかさっぱりわからなかった。一度お母さんのとこに戻ると、さっきとは打って変わって静かな口調で聞かれた。B 母、あそこで何をしたのか話してちょうだい。それで全部わかるの。昨夜あそこで何をしたの？何を聞きたがっているのかはもちろんわかってたが、
答えるためにあれをまた思い出さなきゃいけないのが苦痛となり、うまく伝えられなかった。というか、あれを見たっていうのが大部分を占めてしまってたせいで、何が原因かってのがすっかり置いてきぼりになってしまっていた。何を見たかでなく何をしたかと尋ねる B のお母さんは、それを指摘しているようだった。カンカンヘビネジ。20分の11。B のお母さんに言われ、俺たちはなんとか昨夜のことを思い出し、原因を探った。何を見たか？なら、俺たちも今の B と同じ目に遭ってるはず。だが何をしたか？でも、あれに対してほとんど同じ行動だったはずだ。箱だって俺たちも触ったし、ペットボトルみたいなのも一応俺たちも触ってる。あとは、用事。二人とも気づいた、用事だ。あれには B しか触ってないし、形もずらしちゃってる。しかも元に戻してない。俺たちはそれを B のお母さんに伝えた。すると、みるみる表情が変わり震え出した。そしてすぐさま棚の引き出しから何かの紙を取り出し、それを見ながらどこかに電話をかけた。俺と A は様子を見守るしかなかった。しばらくどこかと電話で話した後、戻ってきた B のお母さんは震える声で俺たちに言った。B 母、あちらに伺う形ならすぐにお会いしてくださるそうだから、今すぐ帰って用意しておいてちょうだい。あなたたちのご両親には私から話しておくわ。何も言わなくても準備してくれると思うから。明後日またうちに来てちょうだい。意味不明だった。誰に会いにどこへ行くって？説明を求めてもあぐらかされ、すぐに帰らされた。一応二人ともまっすぐ家に帰ってみると、何を聞かれるでもなく必ず行ってきなさいとだけ言われた。意味が全くわからんまま、二日後に俺と A は B のお母さんと三人で、ある場所へ向かった。B は前日にすでに連れて行かれたらしい。ちょっと遠いのかな、ぐらいだと思ってたが、町どころか県さえ違う。新幹線で数時間かけて、さらに駅から車で数時間、絵に描いたような深い山奥の村まで連れてかれた。その村のまたさらに外れの方、ある屋敷に俺たちは案内された。でかくて古いお屋敷で、離れ櫓なんかもあるすごい立派なもんだった。B のお母さんが呼び鈴を鳴らすと、おっさんと女の子が俺たちを出迎えた。おっさんの肩はその筋みたいな柄悪い感じで、スーツ姿。女の子は俺たちより少し年上ぐらいで、白装束に赤い袴、いわゆる巫女さんの姿だった。718。カンカンヘビネジ。20分の12。挨拶では、どうやら巫女さんのおじらしいおっさんは普通によくある名字を名乗ったんだが、巫女さんは青い感じ？俺はこう聞こえた。とかいうよくわからない名を名乗ってた。名乗ると言っても、一般的な認識とは全く違うものらしい。よくわからんが、要するに彼女の家の素性は一切知ることができないってことみたい。実際俺たちはその家や彼女たちについて何も知らないけど、とりあえずここでは見やすいように青いって書くわ。ただ広い座敷に案内され、わけもわからんまま、物々しい雰囲気で話が始まった。おじ、息子さんは今安静にさせてますわ。この子らが一緒にいた子ですか？ B 母はい。この三人であの場所へ行ったようなんです。おじ、そうですか。君ら、わしらに話してもらえるか？どこに行った、何をした、何を見た、できるだけ詳しくな。突然話を振られて戸惑ったが、俺と A はなんとか詳しくその夜の出来事をおっさんたちに話した。ところが、用事の下りで、こら、今なんつった？といきなりドスの効いた声で言われ、俺たちはますます状況が飲み込めず混乱してしまった。A は、はい？おじ、おめえら、まさかあれを動かしたんじゃねえだろうな。身を乗り出し今にも掴みかかってきそうな勢いで怒鳴られた。すると葵がそれを制止し、かの泣くような細い声で話し出した。葵、箱の中央、小さな棒のようなものが、
ある形を表すように置かれていたはずです。それに触れましたか？触れたことによって、少しでも形を変えてしまいましたか？俺はあの、動かしてしまいました。形もずれちゃってたと思います。葵、形を変えてしまったのはどなたか、覚えてらっしゃいますか？触ったかどうかではありません。形を変えたかどうかです。俺と A は顔を見合わせ、B だと告げた。719、カンカンヘビネジ、20分の13。すると、おっさんは身を引いてため息をつき、B のお母さんに言った。おじ、お母さん、残念ですがね、息子さんはもうどうにもならんでしょう。わしは詳しく聞いてなかったが、あの症状なら他の原因も考えられる。まさかあれを動かしてたとは思わなかったんでね。そんな。それ以上の言葉もあったんだろうが、B のお母さんは言葉を飲み込んだような感じで、しばらくうつむいてた。口には出せなかったが、俺たちも同じ気持ちだった。B はもうどうにもならんってどういう意味だ？一体何の話をしてんだ？そう問いたくても、声にできなかった。俺たち三人の様子を見て、おっさんはため息混じりに話し出した。ここでようやく、俺たちが見たものに関する話がされた。俗称は鉛ヘビネジ、鉛ツバネジ。古くはカンカンヘビネジ、カンカンツバネジ。なりじゃら、なりだら、カンカンじゃら、カンカンだらなど、知っている人の年代や家柄によって呼び方はいろいろあるらしい。現在では一番多い呼び方は単にだら、おっさんたちみたいな特殊な家柄ではカンカンだらの呼び方が使われるらしい。もはや神話や伝説に近い話。人を喰らう愚かに悩まされていたある村の村人たちは、神の子として様々な力を代々受け継いでいたある巫女の家に退治を依頼した。依頼を受けたその家は、特に力の強かった一人の巫女をおろち討伐に向かわせる。村人たちが陰から見守る中、巫女はおろちを退治すべく懸命に立ち向かった。しかし、わずかな隙をつかれ、おろちに下半身を食われてしまった。それでも巫女は村人たちを守ろうと様々な術を使い、必死で立ち向かった。ところが、下半身を失っては勝ち目がないと決め込んだ村人たちはあろうことか、巫女を生贄にする代わりに村の安全を保障してほしいとおろちに持ちかけた。強い力を持つ巫女を疎ましく思っていたおろちはそれを承諾、食べやすいようにと村人たちに腕を切り落とさせ、だるま状態の巫女を食らった。そうして、村人たちは一時の平穏を得た。後になって、巫女の家の者が思案した計画だったことが明かされる。この時の巫女の家族は6人。720、カンカンヘビネジ、20分の14。異変はすぐに起きた。オロチがある日から姿を見せなくなり、襲う者がいなくなったはずの村で次々と人が死んでいった。村の中で、山の中で、森の中で。死んだ者たちはみんな、右腕左腕のどちらかがなくなっていた。18人が死亡。巫女の家族6人を含む、生き残ったのは4人だった。おっさんと葵が交互に説明した。おじ、これがいつからどこで伝わってたのかはわからんが、あの箱は一定の周期で場所を移して供養されてきた。その時時によって、管理者は違う。箱に家紋みたいのがあったろ？あらいままで供養の場所を提供してきた家々だ。うちみたいな家柄のもんでそれを審査する集まりがあってな、そこで決められてる。稀に自ら志願してくるバカもいるがな。管理者以外にゃカンカンダラに関する話は一切知らされない。付近の住民には、曰くがあるってことと万が一の時の相談先だけが管理者から伝えられる。伝える際には相談役、つまりわしらみたいな家柄のもんが立ち会うから、それだけで曰くの意味を理解するわけだ。今の相談役はうちじゃねえが、至急ってことで昨日うちに連絡が回ってきた。どうやら一昨日 B のお母さんが電話していたのは別のとこらしく、
話を聞いた先方は B を連れてこの家を訪ね、話し合った結果こっちに任せたらしい。B のお母さんは俺たちがあそこに行っていたのに、すでにそこに電話しててある程度詳細を聞かされていたようだ。青い。基本的に、山もしくは森に移されます。ご覧になられたと思いますが、六本の木と六本の縄は村人たちを、六本の棒は巫女の家族を、四隅に置かれた壺は生き残られた四人を表しています。そして、六本の棒が成している形こそが、巫女を表しているのです。なぜこのような形式が取られるようになったか。箱自体に関しましても、いつからあのようなものだったか。私の家を含め、今現在では伝わっている以上の詳細を知る者はいないでしょう。ただ、最も語られてる説としては、生き残った4人が巫女の家で怨念を鎮めるためのありとあらゆる事柄を調べ、その結果生まれた独自の形式ではないか。ということらしい。柵に関しては鈴だけが形式に従ったもので、綱とかはこの時の管理者によるものだったらしい。722、カンカンヘビネジ、20分の15、おじ、うちのものでカンカンダラを払ったのは過去に何人かいるがな、その全員が2、3年以内に死んでんだ。ある日突然な、ことを起こした当事者もほとんど助かってない、それだけ難しいんだよ。ここまで話を聞いても、俺たち3人は完全に置いてかれてた。ぎょとんとするしかなかったわ。だが、事態はまた一変した。おじ、お母さん、どれだけヤバいものかはなんとなくわかったでしょう。さっきも言いましたが、棒を動かしてさえいなければなんとかなりました。しかし、今回はダメでしょうな。B 母、お願いします。なんとかしてやれないでしょうか。私の責任なんです。どうかお願いします。B のお母さんは聞かなかった。一辺たりともお母さんのせいだとは思えないのに、自分の責任にしてまで頭を下げ、必死で頼み続けてた。でも泣きながらとかじゃなくて、何か覚悟したような表情だった。おじ、なんとかしてやりたいのはわしらも同じです。しかし、棒を動かした上であれを見ちまったんなら。お前らも見たんだろう。お前らが見たのがおろちに食われた普通巫女だ。下半身も見たろ。それであの形の意味がわかっただろ。え？俺と A は言葉の意味がわからなかった。下半身、俺たちが見たのは上半身だけのはずだ。ええ、あの、下半身っていうのは、上半身なら見ましたけど、それを聞いておっさんと葵が驚いた。おじ、おいおい何言ってんだ？お前らあの棒を動かしたんだろ？だったら下半身を見てるはずだ。葵、あなた方の前に現れた彼女は、下半身がなかったのですか？では、腕は何本でしたか？腕は6本でした。左右3本ずつです。でも、下半身はありませんでした。俺と A は互いに確認しながらそう答えた。すると急におっさんがまた身を乗り出し、俺たちに詰め寄ってきた。おじ、間違いねえのか？本当に下半身を見てねえんだな？俺は、はい。おっさんは再び B のお母さんに顔を向け、ニコッとして言った。724、カンカンヘビネジ、20分の16、おじ、お母さん、なんとかなるかもしれん。おっさんの言葉に B のお母さんも俺たちも、息を呑んで注目した。二人は言葉の意味を説明してくれた。葵、巫女の怨念を浴びてしまう行動は、二つあります。やってはならないのは、巫女を表すあの形を変えてしまうこと。見てはならないのは、その形が表している巫女の姿です。おじ、実際には棒を動かした時点で終わりだ。必然的に巫女の姿を見ちまうことになるからな。だが、どういうわけかお前らはそれを見てない。動かした本人以外も同じ姿で見えるはずだから、お前らが見てないならあの子も見てないだろう。俺、見てない、っていうのはどういう意味なんですか？俺たちが見たのは、葵、
巫女本人であることには変わりありません。ですが、カンカンダラではないのです。あなた方の命を奪う意志がなかったのでしょうね。カンカンダラではなく、巫女として現れた。その夜のことは、彼女にとってはお遊戯だったのでしょう。巫女とカンカンダラは同一の存在であり、別々の存在でもある。ということらしい。おじ、カンカンダラが出てきてないなら、今あの子を襲ってるのは葵が言うようにお遊び程度のもんだろうな。わしらに任せてもらえれば、長期間にはなるがなんとかしてやれるだろう。緊迫していた空気が初めて和らいだ気がした。B が助かると分かっただけで十分だったし、この時の B のお母さんの表情は本当にすごかった。この何日かでどれだけ B を心配していたか、その不安とかが一気にほぐれたような、そういう笑顔だった。それを見ておっさんと葵も雰囲気が和らぎ、急に普通の人みたいになった。おじ、あの子は正式にわしらで引き受けますわ。お母さんには後で説明させてもらいます。お前ら二人は、一応葵に払ってもらってから帰れ。今後は怖いもの知らずもほどほどにしとけよ。725、カンカンヘビネジ。20分の17。この語尾に関して少し話した後、お母さんは残り、俺たちはお払いしてもらってから帰った。この家の決まりだそうで、B には会わせてもらえず、どんなことをしたのかもわからなかった。天候扱いだったのか在籍してたのかは知らんが、これ以来一度も見てない。まあ死んだとかいうことはなく、すっかり更生して今はちゃんとどこかで生活してるそうだ。ちなみに B の親父は一連の騒動に一度たりとも顔を出してこなかった。どういうつもりか知らんが。俺と A も割とすぐ落ち着いた。理由はいろいろあったが、一番大きかったのはやっぱり B のお母さんの姿だった。ちょっとした後日談もあって、多分一番大変だったはずだ。母親ってのがどんなもんか、考えさせられた気がした。それにこれ以来うちも A んとこも、親の方から少しずつ接してくれるようになった。そういうのもあって、自然とバカはやらなくなったな。一応他に分かったこととしては、特定の日に集まってた巫女さんは相談役になった家の人。カンカンダラは、危険だと重々認識されていながらある種の神に似た存在にされてる。オロチが山だか森だかの神だったらしい。それで年に一回、神楽を舞ったり祝詞を奏上したりするんだと。あと、俺たちが森に入ってから音が聞こえてたのは、カンカンダラは柵の中で放し飼いみたいになってるかららしい。でも六角形と箱のあれが封印みたいになってるらしく、棒の形や六角形を崩したりしなければ姿を見せることはほとんどないそうだ。供養場所は何らかの法則によって、山や森の中の限定された一部分が指定されるらしく、入念に細かい数字まで出して範囲を決めるらしい。基本的にその区域からは出られないらしいが、柵などで囲んでる場合は俺たちが見たみたいに外側に張り付いてくることもある。わかったのはこれぐらい。俺たちの住んでるとこからはもう移されたっぽい。二度と行きたくないから確かめてないけど、一年近く経ってから柵の撤去が始まったから、多分今は別の場所にいるんだろうな。レスは待っちまった W。以上。ネットで見つけた怖い話。第4457話、隔離校舎。霊感ないのにとにかく変な現象とエンカウント率が高い友人 A から聞いた話。友人 A の母校には隔離校舎という校舎があったらしい。隔離校舎といっても生徒が急増したために校舎を増築しようにも校内に適当な場所がなくて、しょうがないので1クラス ×3 学年という感じの極小校舎。わらおグラウンドの片隅にしっかりと、下鉄筋3回転を立てた。しかしこの隔離校舎生徒にはすこぶる評判が悪かった。一番の理由は文字通り隔離された校舎のせいで、他のクラスとの交流は絶望的でつまらない&、
渡り廊下なんかないから移動教室に行くのに外靴に履き替えて移動しなくちゃいけないから。AB は1年2年は隔離校舎ではなく普通の校舎で過ごしてたんだけど3年になって運悪く九段の隔離校舎クラスになってしまった。まあ受験で忙しいし帰って隔離されてた脳が勉強に身が入るなんて A は言ってた。A は女の子で勉強が得意なタイプだったから隔離校舎は成績の悪い生徒が入るものじゃなく、むしろ成績が優秀な子が入る特進クラスみたいなものだったのかもしれない。その話を聞いたとき、私は何も言えなかった。前年、文化祭に招かれてその学校へ行ったときにあるものを見てしままい、冗談でも運が悪か、だねえなんて言えなかった。私が見たもの、それは隔離校舎の基礎のコンクリの下に挟まった髪の毛。うまく説明できないんだけど、床屋で切った髪の毛がもっさーってしてるんじゃなくて、髪の長い女の人が横になって、髪が広がってるような感じで、その上に校舎の基礎が乗ってる感じだった。文化祭のテンションで誰かがやらかしたいたずらかもしれないけど、怖すぎて食ってた焼きそば、をリバースしそうだった。ちなみにこの髪の毛は私ともう3人別の友人が見ているが、全員他校の生徒だったので変なトラブルになっても嫌だし黙ってることにした。そして何事もなく、A が隔離校舎に入って半年が過ぎた頃、うちに来た A が、私子ちゃん聞いてよ、夜間学級に通ってる人たちに噂になり始めてるんだけどさぁ、と切り出した話が以下の話。前提として、隔離校舎は夜間学級を受け入れている校舎の窓からグランドを挟んで見える。と、隔離校舎は下校時間になると施錠され、廊下もない。1フロア1教室のため、ので非常灯も、なく真っ暗、という2点をがある。私は、この時点で意外を落としたことに差しがついたので、わかった、夜間学級の人が真っ暗の、はずの A たちのクラスで変なものを見たんでしょ?と言ってやった。あの髪の毛のことも忘れてしまいたかったし、ホラーオツ、わらでスルーしたかった。そしたら A がプリプリ怒って、違うよちゃんと話聞いてよ、という、嫌な予感がしたよ。だって新学期始まって半年だったんだもん。もうすぐ文化祭の時期だったんだもん。案の定、A は、もうすぐ文化祭で、みんな遅くまで教室に残って準備たんだよ。なのに夜間学級の人が、隔離校舎はどの階も真っ暗で文化祭の準備をしてない、とか言ってんの、と言い出した。A は、だいたい、夜間学級の教室は校舎の反対側で普通に隔離校舎見えないし、わら、とか、そもそも、サボってたのは本校舎の方で、窓の外真っ暗だったんだよ、とも言っていた。私は、その時、例の髪の毛が隔離校舎を覆っていたんじゃなかろうかと想像した。だけど A があまりに普通に話すもんだから適当に相槌を打ってその話はさっさと終わった。っていうか終わらせた。後日、A と同じ学校に通う別の友人から、夜間学級の使う教室は文化祭の準備の都合で隔離校舎がよく、見える教室に移っていたこと、隔離校舎は文化祭の間は閉鎖される。ただし校外ステージやテントを、優先利用できる。ので教室に夜遅くまで残っていてはダメということを聞いた。A たちは校則を破って夜遅くまで隔離校舎の教室で作業をしていて、それなのに夜間学級の生徒さん、たちは隔離校舎が真っ暗だと言っていたわけで。ああ、やっぱりあの髪の毛があるわいと思ったけど黙ってた。わけわからんこと言って自称霊感少女 PGR されたくなかったし。A が九段の母校を卒業して10年近く経つけど相変わらず隔離校舎は文化祭の準備期間は生徒は残ってはいけないし、隔離校舎は閉鎖される。髪の毛の話は私が話したわけでもないのに学校の階段の一つになってるらしいが、私が見た、基礎に、挟まった髪の毛、の話ではなく、
隔離校舎の証拠を口にびっしりと長い髪の毛が落ちている。というもの。なのできっと別の話だと思いたい。この A とは大学が一緒になり、いろいろあって大学卒業までルームシェアで一緒に暮らしてた。その間、何度も A のとばっちり。で変なことを体験したけど、自分的にこの話が一番怖かったので、書きこ。長文失礼でした M。M。ネットで見つけた怖い話。第4458話、進行。重くて長い話で申し訳ありません。読みにくいところも多いと思いますが、孤独だった俺の話を暇つぶしに聞いてください。小学校5年生の時、交通事故で両親を亡くして祖父に引き取られた。その時から俺の時間は止まってしまったようになって何も考えられなかった。事故の前のことは何も思い出せなくなり、何もかも楽しくなくなった。転校した先の小学校でも、何も喋れず、全く友達もできなかったし、友達を作りたいとも思わなかった。ただ、朝になったら学校に行き、自分の席に座って授業にのみ集中し、学校が終わればすぐに家に帰った。先生は気を使っていたようだが、みんな気味悪がっていたと思う。いつも捨ててこと腹巻き姿の祖父は優しく、慣れない手つきで家事をしつつ、俺の好物の鶏の唐揚げをよく作ってくれた。今でも感謝しているがその頃は会話もほとんどなく、自分の部屋でゲームを延々としていた。クラスでの俺は、誰の眼中にも入らない透明人間のような存在になっていったと思う。そんな生活を続けていて、いつの間にか6年生になった。クラス替えもないのでほとんど環境も変わらなかった。6年生になってからしばらくして、休み時間にいつもいじめられている女の子がいることに気がついた。茶色くて長い髪の大人びた綺麗な女の子だった。近くにいるやつとかの、ひそひそ話を注意深く聞いていると、彼女は白人の祖母を持つクォーターで父親を早くに亡くしており、母親が1年ほど前から新興宗教に入信し、熱心な勧誘活動をしているようだった。おい、外人、とか、たたりがあるから触るな、とかバカにされていて、いつも仲間外れにされたり、物を隠されたりしてからかわれていた。先生も絶対に気づいていたが、黙認しているようだった。ある日の昼休み、いつものようにクラスの代表格の体の大きないじめっ子が、彼女が大事にしていたお守りを取り上げた。周りのみんなはそれを見て笑い生やし立てた。そんな場面を今まで何度も見たが、俺は、何にも感じなかった。普段、どんなにいじめられても平気そうだった彼女が、この日だけは必死に取り返そうとしていた。それはダメ。お父さんの、小さくて泣きそうな彼女の声が聞こえた途端、俺の中の何かが切れた。俺は、腹の底から、やめろ、と怒鳴り、机を倒し、いじめっ子に殴りかかっていった。喧嘩が強いはずのいじめっ子は不意をつかれたようで椅子につまずいて倒れた。馬乗りになって彼女のお守りを取り返した。それでも俺の怒りの爆発は収まらなかった。その後も俺は、机を倒したり、椅子を投げたり、張り紙を破ったりして、教室の中を狂ったように暴れ回った。なぜかこの教室のすべてが憎らしかった。いつも全く喋らない俺が暴れたので、周りのみんなは呆然と見ているか、悲鳴を上げて逃げているだけだった。騒ぎを聞きつけた先生が止めに入りその場は収まった。すぐに学校に祖父が呼ばれ、祖父は一生懸命謝っていた。俺は、ただ黙ってそれを見ていた。次の日から彼女はいじめられなくなった。俺は、さらに孤立したが何とも思わなかった。ある日の帰り、校門に彼女が待っていた。まるまる君。あの時はありがとう一緒に帰ってもいい？彼女は少し恥ずかしそうに俺に聞いた。俺は、うなずいて一緒に歩いた。彼女は黙って少し後ろを歩いていた。
そして、彼女の家と俺の家との別れ道に着くと彼女は、じゃ、また明日。と笑って手を振って帰っていった。次の日の朝、別れ道に彼女は待っていて一緒に学校に行った。こうして毎日、俺と彼女は一緒に登下校した。休み時間も彼女がそばにいるようになった。最初は何も話さなかった彼女は、だんだん打ち解けてきて、家族のこととかをぽつりぽつりと俺に話してくれた。彼女が幼い頃、おばあさんに作ってもらったお菓子がとても美味しくて、いつか作れるようになって食べさせてみたいとか言っていた。たまに俺の家にも遊びに来るようになった。俺は、彼女専用のゲームのセーブデータを作って、夜の間に彼女のためにレベルを上げておいたりした。俺も徐々に一人でいるよりも彼女といる方が楽しく思えてきていた。周りはいろいろと生やしたて、ことあるごとにからかわれたが、俺は、危ない奴と思われているようで誰も執拗には言ってこなかった。俺も彼女も周りに何を言われても全く気にならなかった。彼女にだけは俺も話ができるようになって、たまには笑うこともできるようになった。俺が笑うと彼女は、まるまる君の笑ったところ大好き、と赤くなって言ってくれた。彼女は幼い頃のおばあさんとの楽しい思い出をたまに聞かせてくれ、俺も何か思い出を話したかったが、どうしても事故の前の小さい頃のことが思い出せなかった。それ以外は彼女には何でも話せるようになった。中学生になってからもこの関係は変わらなかった。中2の時彼女が俺の家で遊んでいて、ふと俺に聞いた。どうしてあの時、助けてくれたの？俺は、彼女が言った。それはダメ。お父さんの、という言葉を思い出し、俺のお父さんとお母さんも、口に出した途端、目から涙がボロボロこぼれて止まらなくなった。俺の心の奥から後から後から事故の前の楽しかった思い出が涙と一緒に溢れ出し、泣きながら、彼女にその思い出を一つ一つ話した。彼女も泣きながら辛抱強く聞いてくれ、俺を優しく抱きしめて頭を撫でてくれた。俺は、彼女の優しさが嬉しくて強く抱きしめて初めてのキスをした。キスをやめると彼女は、〇〇君、大好き。ずっと一緒にいさせて、と言った。高校も同じところに行った。彼女との電車通学は本当に楽しかった。彼女のおかげで俺は、少しずつだが自分を取り戻せている気がした。彼女がお母さんと住んでいるのは狭いアパートだったので、勉強もゲームもキスも、だだ広い俺の祖父の家でしていた。ただ、毎週金曜日は彼女の家の宗教の集まりがあり会えなかった。彼女は昔から、行きたくないけど行かないとお母さんに怒られる、と言っていた。高校3年生になったある日の帰り道、彼女が青い顔をして、大事な相談がある、と言った。俺たちは駅前の喫茶店に寄った。私、冗談、横文字、をやめたいのに大変なことになっちゃった。彼女はゆっくりと少し震えながら話し始めた。彼女の話によると、教祖の世話係、特殊な名称、に選ばれてしまったらしい。教団では名誉ある役目とのことだが、要派教祖が信者の中から気に入った女性を選抜し、18歳の誕生日に本部に出家させ、1ヶ月間、厳しいと言われている修行をさせて身を清め、その後は教祖のそばで身の回りの世話をする役目だという。聖人の世話係は汚れない女性に限られるらしい。汚れない女性とは男性経験のない女性とのことだった。それを聞いても実感が湧かず、俺は、少しだけ笑った。そんなこと、本当に？それに〇〇は教団が言うところの汚れある女性なんじゃない？俺と彼女はついこの間、自然な流れで初めて一線を越えてしまってもいた。彼女は少し赤くなったが、真剣な顔で言った。笑いことじゃないんだって、本当なんだよ。お母さんも本気なんだよ。〇〇君としたなんて分かったら、すっごい怒られるよ。
どうしたらいい？断れないの？私絶対、やだ。って言ったんだけど、ダメだってすごいお金も、もらえるって。出家したら会えなくなるんだよ。来月、本部から迎えが来るんだって。私は、いつか丸々君のお嫁さんにしてほしいのに。泣きそうな声で言った彼女の言葉にドキドキとしてきて、そんなところに丸々を行かせるわけないだろ。俺は、〇〇のためならどんなことでもやれるんだよ。何人で迎えに来るか知らないけど、絶対守ってやる。と俺も本気で言った。彼女は嬉しそうに微笑んでうなずいて俺の手を握った。どうすればいいか悩んだ末、俺は、祖父に相談することにした。祖父に俺は、彼女との慣れ始めから初体験、彼女の生い立ちまで包み隠さず話し、信仰宗教のことも、分かっていることのすべてを話した。祖父は口をへの字に曲げ真剣に聞いてくれた。じいちゃんはいつかお前も両親の後を追って、いなくなってしまうんじゃないかと怖かった。今、お前が生きているのはすべて彼女のおかげだ。じいちゃんが全身全霊をかけて彼女のお母さんを説得してやる。決裂したら彼女をかっさらってでもここに回せてやる。そんで、どんな宗教か知らんが誰も家には入れん。と言ってくれた。次の日、彼女に会って祖父の話をすぐに伝えた。彼女は目に涙を浮かべながら聞いてくれた。彼女のお母さんと会う日、祖父はビシッとスーツで決め、俺にも制服を着ろと言った。いつになく祖父が若々しく頼もしく見えた。彼女のアパートの呼び鈴を押すと彼女が出てきて部屋に通された。中に入った途端、ひどい耳鳴りがして、目の前に透明な幕がかかったようになり、ふわふわと夢の中で歩いているような気がした。部屋はよく整理されていて清潔だった。テーブルには彼女のお母さんが不機嫌そうに座っていた。祖父はお母さんの正面に腰を下ろした。祖父の隣に俺は、座った。さらに耳鳴りがひどくなった。俺は、祖父を見た。愕然とした。俺の祖父だと思っていたら、お父さんが座っていた。お父さんの向こう隣には知らない男の人がいて彼女を見ていた。お父さんは俺を見て微笑んで言った。今までよく頑張ったな。お前の幸せを母さんと応援してる。安心しろ。俺の目から涙が溢れそうになり、胸がいっぱいになって目の前が真っ白になった。一瞬、笑顔のお母さんが手を振っているのが見えた気がした。どのくらいの時間が経ったのかわからなかったが、急に夢から覚めたように頭がはっきりとした。透明な幕がかかったような感覚はなくなっていた。耳鳴りもしていない。いつの間にか話し合いは終わっていた。隣を見るとやっぱり祖父が一人で座っていた。祖父は、よかったな。わかってもらえたみたいだ。帰ろう。と言って席を立った。彼女と彼女のお母さんは顔を両手で覆って泣いているようだった。俺は、挨拶をして、慌てて祖父についていった。何が何だかわからなかった。外に出ると祖父は、何か温かい不思議なのが、俺たちの他に二人くらい来ていたな。と言った。彼女からすぐに携帯に連絡があった。私のお父さんが来てくれた。お母さんを叱って、私に丸々君と幸せになれって言ってくれた。昨日の夜から私、お父さんにもらったあのお守りに祈ってたんだ。彼女は興奮して言った。その後、彼女と彼女のお母さんは信仰宗教をやめた。かなり揉めてしまって、祖父が知人の弁護士に相談し、しばらく俺の家に避難させた。冗談と思われる嫌がらせもあったが、俺は、家族が増えたようで楽しかった。祖父は前の言葉通り、教団関係者を誰も敷地内に入れなかった。数年後その教団の教祖が強制わいせつ罪で摘発された。やはり、あの時行かせなくてよかったと俺は、心底思い、妻に話した。そして、
でも怖いな。こんな悪魔みたいなやつ、信じていたこともあったんだろ？と聞いた。それはお母さん。私は、子供の頃から、あなたしか信じてなかったよ、わら。妻は幼い息子を胸に抱いてあやしながら幸せそうに笑った。妻の向こうの居間で捨てて小に腹巻き姿の祖父が、寝転んでテレビを見ているのが見えた。キッチンのオーブンからは、妻のおばあさんレシピのクッキーが焼けてきた良い匂いがした。幸せな今だからかもしれませんが、もしもあの時、祖父に相談せずに教団の人たちが、彼女を迎えに来たとしたら、自分が何をしようとしていたのかを考えると、シャレにならないくらい怖くなるんです。長文失礼いたしました。のし。ネットで見つけた怖い話。第4459話、隣の女。こないだ友達に誘われてホストクラブに初めて行った。ホストが席に着いた時から気がついていたんだが、女が隣にぴったり張り付いてる、青白い顔したワンピースの女。可愛い感じだったが無表情で、重く陰気な雰囲気を感じた。一目でやばい、こいつは生きてない、と直感したが、こんなとこでそんな気まずいことは言えない、と黙ってた。ヘルプのホストがついてもその女が座ってるスペースは自然に開けるし、女はよそ見をしてブツブツ言っくるだけで特に私らと絡むことはなかった。その日、ホストとアド交換し、メールをしていたのだが、ある日風呂場の鏡にその女が映った。口元は動かなかったが、〇〇さんに何かしたら許さない、と聞こえた。それから家族を中心に何度か良くないことが起こり、その女とは連絡と敵はしだし。ネットで見つけた怖い話。第4460話、点滅。今気づいたんだことなんだけどね。うちの家には勝手口があって、ドアはこすりガラスでできてるんだ。んで、玄関を回らないとそこにはたどり着けないようになってる。そこのドアの上には、非常灯っていうか、ライトが設置されてて、時々接触悪いのか、パテ高速で点滅してたりするから、気になってたんだけど、まあいいかってほっといたんだわ。ほいで今2階の自分の部屋にいるんだけどさ、隣の家と結構隣接しててな、カーテン閉め忘れたからいけねっつって閉めに行ったらさ、そこから見える隣の家の部屋ね、ものすごい勢いで電気がついたり消えたりしてた。え？って思ってしばらく見てたんだけど、ついたままになったり消えたままになったり、してるから、電気の故障じゃないっぽい。しかもしやと思って買って口の方見に行ったら、非常灯なんかじゃなくて、いつも見てた点滅隣の家の電気だった。結構、年単位で続いてたことなんだけど、お隣さん夜中中何してんだろ。何その URL 怖くて見れないんだが、わら。つか気づいたらすげえ怖い。だって一晩中チカチカしてたこともあったんだよ。夜台所に行くと毎度点滅してるから気になる。今も不規則についたり消えたりしてるけど、林家の窓に障子がはまってて中見えない。車かなんかだろうね。たまにあるよ家も。夜洗面所で歯磨きしてるとチッカ。チッカって、873。住宅密集地で車入る余地ないですぜ。気温にすると、カチ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 くらい高速。ほいで、俺の部屋も電気点滅してる林家の部屋も2階。明らかに手動だが。もし電気切れそうなら切っとけばいいのにつける意味わからん。見続ける勇気もないし、ちょっと避難するわ。レスありがとう。今日のオカルトスレ。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？さびれた旅館の鏡。社会人になって1年ぐらい経った頃に起きた心霊現象を語る。俺は、もともといわゆる見える人間だった。高校大学時代にあり余った時間にかこつけて、
心霊スポット巡りとか廃墟に突撃とか頻繁に繰り返したりしていた。それも社会人になり東京の会社に就職することが決まって、きっぱりとそんな学生気分にけじめをつけて、もっと他人と気軽に共有できる趣味でも持とうと思っていた。早速東京の部屋を探しに母親と一緒に、あらかじめ目星をつけていた物件を見て回ることになった。その中でも23区内で月5万、1K の風呂トイレ別で、築10年ちょっと、さらにはベランダ付きのかなりの有料物件を見つけた。他の候補もあったが、不動産会社の人も、これだけいい物件は自分もなかなかお目にかかったことないですね、と言ってた。事故物件とかでもなさそうなんで、母親も納得してその部屋を借りることに決め、他の人に取られないうちにと契約を結んだ。引っ越しも滞りなく終わり、仕事が落ち着いてきた頃から、新しい趣味でも見つけようといろいろなことに手を出してみた。その中で俺は、料理とカメラとギターにハマっており、学生時代の心霊体験とかその時はすでに自分の中では遥か過去の思い出となっていた。その代わり、いろんな趣味に手を出しすぎた代償として生活は本当にカツカツだった。もともとハマった趣味のためなら金を惜しまない主義だったので、持ってたカードの限度額は常に上限ギリギリまで使っているようなありさまだった。もちろんそんなこと両親には言えなかったけれど、理由をつけては金を送ってもらったりもしていた。そんな生活が続いて1年ちょっと経った頃、新入社員も入ってきて先輩になっても、家計は火の車だった。生活レベルは落としたくない、でも金はない。今から考えればこの頃もまだ学生気分というか若いからなんとかなるだろう、といった気持ちがあったんだと思う。最後に心霊現象を体験してからは2年以上経っていたと思うが、それは突然やってきた。深夜、おそらく2から3時ぐらいだとは思うが、俺は、急に目が覚めて自分が金縛りにあっていることに気づいた。金縛り自体は正直キラというほど経験してきたので、抜け出し方のコツも掴んでいた。だいたい寝不足とかで金縛りに遭うときはどこか一点、腕とか頭とかどこでもいい、に。力を入れて思いっきり動かせば解放されることがほとんどだった。しかし、金縛りの中でもいわゆる霊的な事象が絡んでいる場合は明確な解除方法なんてなかった。死ぬほど怖い思いをして、やばいと思った瞬間に溶けるとかそういうこともよくあった。今回の金縛りは紛れもなく後者のものだった。こういった場合にお約束で首さえも動かすことができなかったので、目だけを動かしてあとは耳から聞こえる音を頼りに現状を把握しようと頑張っていたと思う。そうすると、階段を登って誰かが廊下を歩いてきている音が聞こえた。いや、正確には何かの気配が自分の部屋の扉の前までやってきている、ということを直感的に感じていたんだと思う。ここまで来て俺は、これが学生時代に散々キラというほど、経験してきた現象と同類のものである気づいた。幽霊とかお化けとかそういう類はもう卒業したんだよ、マジで勘弁してくれ、とか考える暇もなく、唐突にその気配が乱暴に扉を開けようとしている音が聞こえてきた。鍵のかかっているドアノブをやたらめったら回して、俺は、解けない金縛りの中で心臓だけがバクバクと鼓動を速くするのを感じていた。するとピタリ、とドアを開けようとする音がやみ、それと同時に、その気配が玄関を入ってと一枚隔てた俺の寝室の前にまでやってくるのを感じた。その時唯一動かせる目を扉の方へやると、引き戸が5センチメートルほど開いていることに気づいた。正直オカルト大好きだった昔撮った決め柄とかそんなものはなく、ただ入ってくるなよ入ってくるなよ、とかの意もしない祈りをしながらひたすら怯えてた。
そうしていつの間にか引き戸から目を離せなくなっていた俺は、何か人型の黒いもやのようなものが扉を開けて入ってくるのをまともに見てしまった。スーッと、部屋に入ってきたそれは俺の足元までやってきて、そこで立ち止まった。顔なんてわからないので男か女かなんてものも全くわからなかったが、そいつが俺の足元に立ってこちらを見つめていることだけはわかった。ほどなくしてその気配はベランダのガラス戸がある方へ向かい、そのまま外へ出て行ってしまった。汗でびしょびしょになった身体を起こしながら、俺は、キッチンと寝室を隔てる引き戸を確認してみた。その引き戸は俺が最初に見た時と同じように、5センチメートルぐらいの隙間が空いているだけだった。心霊特番とかでもよくあるけど、こういうちょっとした隙間から幽霊が入ってくるとか定番だよなぁ。とか思いながら、実害がなかったこともあってか、あっという間に余裕を取り戻してもう一度ベッドに潜り込んだ。だんだんとさっきの出来事は夢かなんかだろうな、と勝手に結論つけて眠りについた俺は、その後またすぐに目を覚ますことになった。状況は先ほどと同じ、はっきりと何かの気配が階段を登って廊下を歩いてくるのがわかる。そしてドアノブを乱暴に開けようとする音を聞くところまで同じ。ここまで来ると正直夢であっても早く覚めてくれという気持ちでいっぱいだった。一瞬頭をよぎったのは、今度も本当に実害がなく通り過ぎていくのか?ということだった。こちらを見つめてくるだけで済むのか?黒いもやの正体がはっきり見えたら?そんな俺の思考はそっちのけで、謎のもやはやはり人型のまま寝室に入ってきた。先ほど起きた時に開いていた5センチメートルほどの隙間は、そのままにしておいたのか閉めたのか、記憶は、はっきりとしていなかったが、金縛りの中で視線だけを巡らせた結果、引き戸の隙間は前回と同じように開いたままだった。部屋に侵入してきたそれは、やはりベッドで寝ている俺の足元で歩みを止めた。そしてそれから目を離せない俺は、黒いもやのようなものが、前回よりもはっきりとした人の形をとっていることに気づいた。髪の長い女だ。真っ黒な髪を腰ぐらいまで伸ばした女だが、顔は、はっきりとしない。完全に怯え切った俺を見つめていた女は、唐突に俺の足首をつかむとガクガクとベッドごと俺を揺さぶり始めた。金、返せ、返せ、金、はっきりとそんな言葉が聞こえたが、正直その時は恐怖以外の感情なんて欠片もなく、いい歳して泣きそうになりながら金縛りから逃れようと必死だった。その時、不意に力が入りものすごい勢いで上半身を起こすことができた。ベッドから転がり落ち、とにかくその女から逃げようと顔を上げた瞬間、すでに部屋には誰もいないことに気づいた。ふと引き戸を見ると、やはり5センチメートルほどの隙間が開いたまま。俺は、何度も戸を閉め、隙間が開いていないことを確認し、俺は、再びベッドに潜り込もうとした。しかし、俺は、その時に一瞬、寒気のようなものを感じた。もう一度部屋の中を見てみると、ベランダ辺のガラス戸がわずかな隙間、開いていた。さすがに戸締まりを忘れた覚えのない俺は、誇張でも何でもなく、歯をガチガチ鳴らしながら布団を頭からかぶって寝てしまった。結果としてその夜、女が再び現れることはなかった。朝、ベッドから起きようとした時に、足首をねじったような痛みを感じたが、特にあざやそういったものを確認することはできなかった。ただ、俺の中で昨夜のことは夢とかではなく、間違いなく現実に起きた現象だという確信だけは持っていた。それからというものの、俺は、寝る前に寝室の戸が完全に閉まっていることを必ず確認するようになった。その時の俺が趣味や遊びに金を使って、
親から金を借りていたことに気づいたのは、多分冷静になった翌日のことだったと思う。生活状況を改め、夢ではない心霊現象にあったこともだんだんと忘れ始めていた頃、東京に遊びに来ていた両親妹をバイト子にこの話をした。妹は、なんでお兄ちゃんそんなこと言うん？いやいや、おばちゃんらと一緒にホテル泊まる。とかだだをこねてたが、幽霊否定派の親父が一括してしぶしぶ俺の部屋に泊まることになった。逆にいとこは昔からこういう話が好きだったこともあってか、泊まりたい泊まりたいと最後まで抵抗しながらおばに連れられて帰っていった。親父は死体とかをよく見る職業についていたのだが、何十年もこんな仕事してて幽霊とか一度も見たことないわ。心霊写真とかも何枚も見たけど全然信じられへん。と豪語していた。その後、正月に家に帰った時に知ったことだが、どうやら俺は、その年、厄年、しかも翻訳、だったそうだ。幽霊を見たことと関係があるのかは不明だが、母親が偉くそのことを気にして厄除けのお札を買ってくれた。決められた方角に向けて玄関に貼らなければならないらしく、家に帰って早速貼ったのだが、千円そこそこのお札でも、何かとてつもなく頼りになるように見えて仕方がなかったことを覚えている。あれからずっと同じ部屋に住んでいるが、再びでそういった心霊現象に遭うことはなくなった。今でもあの霊の正体はわからないが、あれから生活に余裕ができるようになったのも事実だ。騒ぎ声。上の話見てふと思い出したんだけど、昔母ちゃんと車で出かけた時に、今日はどこかで運動会でもやってるのかねえ、って唐突に話しかけてきたんよ。俺は、何言ってんだ、って思いつつ適当に、どうだろうねえ、なんて答えてたんだ。その日の夜は親戚が集まってばあちゃんの家でワイワイやってたんだけど、今日ここに来る時にはあて大勢の人が騒いでる声を聞いたんだけど、どこかで運動会でもあったのかね、って母ちゃんがみんなに聞いたんだ。つっても今は夏休みだし運動会をやるような場所は近くに、小学校があるくらいでもちろんそこで運動会もやってない。というか俺が通ってる学校だったから何か用事があれば親も知ってるはず。母ちゃんは相当気になってるのか。おかしいねえ、おかしいねえ。って繰り返すもんだから詳しく話を聞いてみたんだ。母ちゃんが言うにはばあちゃん家に向かってる途中、少し小高い丘になってるところの横を通った時に大勢の人が、わあ、って騒いでる声が聞こえてその日は人が集まるような用事があるなんて、聞いてないし声もただならない感じの叫び声だったからずっとおかしいと思ってたらしい。親戚の人たちも用事があるなんて心当たりもなかったから首をひねってたら、普段無口なばあちゃんがぽつりぽつり語り出した。昔あの辺に汽車が通っちょってね。そん頃にそがーし人が乗って走った時があったんよ。もう人もいっぱいで窓から乗り出したりいろんなところに捕まったんまま。乗っちょったから坂道ん時に汽車が登れんごなってね。途中で楽に下り始めてそんじ人が騒いで飛び降りたり、押されて落ちたいして人が何人かけ死んだのよ。ばあちゃんが言うには戦前母ちゃんが声を聞いた場所のあたりで、昔汽車が乗客の重さに耐えられなくて山を落走して、その時パニックになった乗客の何人かが落ちて亡くなったらしい。母ちゃんが聞いたのは多分その時パニックになった乗客の声だろうってさ。これ見てる人もうすうすわかってると思うけどその日はお盆だったからさ。ばあちゃんはそれ以上何も言わなかったし、そこにいた親戚もちょっと引いちゃってその日は終わりになったんだ。親はみんな家に帰って俺は、いとこたちと。次の日みんなで遊ぶ予定だったからばあちゃん家に泊まったんだ。そんで布団に入って少ししたら玄関にどんどん、って何かぶつかる音がして俺は、なんだろう？誰か忘れ物でもしたのかな？って思って、玄関に向かおうとしたらばあちゃんが、イノシシが来たねー。
噛まれたら危ないから絶対に出たらいかんよ。そのうちどこか行くから出たらいかんよ。手見に行くのも止められてさ、次の日起きてから見に行ったらすすみたいな黒いものが手形みたいに玄関にたくさんついてた。イノシシが鼻とか前足で押して砂がついただけなんだろうって思うようにしたけど、それ母ちゃんが帰る時に通った玄関にだけしかついてなくて、他の場所には一切ついてなかった。ばあちゃんはもういないし今となっては本当なのかどうかわからないんだけど、あの時外に出てたら何が起こってたんだろうって今でもゾッとする。ちなみに場所は鹿児島の早戸町ってところの話。シャレにならない怖さではないけど、ちょっと面白い。俺が早戸町付近の列車事故を必死に探してしまったのは内緒だ。俺も気になって何年か前に調べたんだけど戦前のことはさすがにわからなかったんだよね。鹿児島空港から国分寺に下る道のファミマあたりまでの話なんだけど、汽車が通ってたかどうかもわからない施設をタスレででも聞いてみようかなって今考えてる。まあこれ以上忘れちなんで暇な時にでも俺の自己満で調べてみます。見てくれた人たちありがとう。まっちょんちょん。錆びれた旅館の鏡。甲府方面にある旅館に泊まった時の話。長文になりますので長いの嫌いな方スルーしてください。俺と彼女が付き合い始めて1年ちょっと経った時に記念にと思い電車で旅行をした時のこと。特に目的地も決めておらず、ぶらり旅気分で泊まるところも適当に確保するという感じの旅行だった。初日は山梨方面に向かい、なんとなく清里で降りて、ホテルに泊まった。次の日、ホテルを出て富士山方面に電車で向かった。甲府駅で降り、城跡を見たりして夕方近くにサイド電車に乗り込み、静岡方面へ。途中で温泉街を見つけたため、その日の宿を探そうと。電車を降り駅に置いてある案内板で旅館を探し電話をした。近場の旅館やホテルは満室だったため、温泉街から少し離れた宿に、電話をして空室を確認し迎えに来てもらった。迎えの人は30分過ぎてもらえず、1時間後にカロのワゴンで到着した。この時点で少し嫌な感じ。霊的な意味ではなく、失敗したかなと。が、したが、迎えに来てもらっている手前何も言わずに車に乗る。車は綺麗なホテルや旅館を尻目にずっと進み、山奥の方へ。周りには川しかない環境で不安はさらに増していった。結局、着いた旅館はボロボロで周りには店も何もない。すでにあたりは暗くなっており、本当に廃墟のようにしか見えない。旅館に着いたは良いが、おかみが迎えるわけでもなく、仲居が来るわけでもない。運転してきたおじさんが部屋案内をする始末。食事の時間だけ告げるとそのおじさんもすぐにどこかへ。客は一応他にもいるようで、横の2部屋が埋まっていた。食事まで時間があったので先に風呂に入ろうということになった。でも、風呂場へ着くと風呂は一つしかなく、女性と男性の使用が交互に時間で区切られていた。その時間帯は女性の使用時間だったため、彼女だけ先に入ることに。俺は、疲れのため部屋でこたつに入りながらうとうとしてた。それからしばらくしていきなり金縛りに、こたつの中に入れていた足先から、ゆっくりと何かが這い上がってくる感じがしてるけど、身動きが一切取れない。ズズズという音が耳元で聞こえ始め、まぶたを開けようにも眼球の上を皮越しに、誰かが押しているような感じで目が開けられない。耳元のズズズという何かを引きずるような音は近づいてきており、ズズズに混じって、人の息遣いが聞こえる。ズズズ、はぁ、あ。ズズズ、はぁ、あ。という一定のリズムで誰かが、何かを運んでるような感じの音と息遣い。そして、助けて、助けて、と小さく聞こえるつぶやき声。
足元からは何かが這い上がってきてるように感じる。その時、入り口の襖が開き彼女が戻ってきた。それと同時に金縛りも解けた。かなり汗をかいており息も荒くなっていた。彼女は心配していたが、あまり心配させたくなかったのと、自分自身も安心したかったので変な夢を見ただけと言い風呂へ行く準備をした。しかし、男性の使用時間は食事を持ってくる時間と重なっていたため、先に食事を食べることに、この食事がまずいこと、まずいこと。食事をした後に風呂場へ向かうと誰もおらず、独占状態。誰もいないのを良いことに風呂場で泳ごうと思い、足を湯船につけると、ぬるい。ぬるすぎる。そのため湯船に入っても全然温まらずに寒くなる一方。イライラしながら更衣室に向かう途中、窓から、コツコツ、と誰かが叩いた。ビクッとして窓を見るが外は真っ暗で何も見えない。先ほどの金縛りを思い出し、怖さが急に湧いてきて逃げ出すように更衣室の、ドアを開けようとした。その瞬間、コンコン、と再度誰かが窓を叩く。コンコン、コンコンと二度三度と繰り返し叩いてくる。何かを確かめようと、窓に目を向けかけたとき、コンコン、ズズズ、コンコン、と何かを引きずる音が紛れて聞こえた。そのため、すぐに更衣室へ行き、体も拭かずに浴衣を着て部屋へ逃げ込んだ。部屋に戻り彼女に先ほどまでのことを話すと、彼女は、ここお化け屋敷みたいだもんねー、と俺を落ち着かせるために、笑いながら、疲れよ、疲れ、暖かいものでも買ってくるね、と言って部屋を出た。俺は、怖いのと、彼女にそんな醜態を見られて恥ずかしいのとで複雑な気分で待っていた。しばらくして彼女がココアを持ってきてくれたのでそれを飲み、押し入れの上段から布団を取り出し、敷いて早めに寝ることに、布団も自分で用意する予感でした。二人とも疲れていたためすぐに眠りについた。が、夜中にいきなり横の部屋から叫び声が聞こえて目を覚ました。彼女と二人で顔を見合わせて何があったのか耳を澄ましていると、横の部屋の客が廊下にパタパタと逃げている音が聞こえる。女性客二人らしく二人でわーわー言いながら廊下で騒いでる。夜中に何を考えてるんだ、というのと睡眠を邪魔されたのとで、文句を言おうと怒り気味で廊下へ出た。俺が廊下に出たことに驚いたようで、女性客は大泣きしながら、キャーと叫び出す。その声に、彼女も何事かと廊下へ出てきた。彼女たちは泣きながらガクガク震えており、一人に至っては発狂状態になっている。さすがに、怒ることはせずに、どうしたんですか?と聞くも震えるのみ。自分たちの部屋へ呼ぶも拒否して首を振る。しばらくその状態が続いたが、彼女らはだんだんと落ち着いてきた。しかし、どうしたんですか?と聞いてもその質問には一切答えない。ただ、彼女たちの部屋に何かあるようでずっとその方向だけを見て、あ、という感じ。何か不審者でも出たのかと思ったため、自分の部屋に戻り、入り口にあったほうきを持って、彼女たちの部屋へ入ろうとすると、あ、やめた方が、と服を引っ張り止められる。あ、いや、大丈夫ですよ。何かあればすぐに逃げますから。と言い、中へ向かった。中は明かりがついており、入り口から部屋全体を見渡せる。変わったところは何もなく、誰もいない。廊下へ戻ろうとした時に入り口の真横から、ズズズズズズと音がした。焦って廊下へ逃げ出したところで、誰かが入り口横の押し入れにいるんだなと思った。すぐに部屋のドアの前で身構えて、おい、出てこい。と叫んだ。
すると横の部屋から男性客が出てきたため、また女性客たちの悲鳴が聞こえた。男性客に事情を話し、多分部屋の入り口横にある押し入れに、誰かが隠れてるのではないかと。伝えると男性が従業員を呼びに行くように女性たちに指示した。男性客は、私が中へ行くから援護してください、と彼の部屋から同じように、ほうきを持ってきて中へ。まずはドアを開けて部屋を見渡す。誰もいない。次に横の押し入れのドアの前に立ち、開ける準備をした。その時、ドン、ドン、と押し入れから鳴り、ズズズ、ズズズという音とともに襖が、少しずつ開き始めた。襖はゆっくりと開いていき、その襖の間から何かを引きずっている音とともに、人の体の一部らしきものが見え始めた。襖の間から手が出てきた瞬間に男性客は思いっきり襖を閉めて、相手の手を挟んだ。しかし、その手の主は何も言わない。それどころかズズズと挟まれた手を出してくる。すかさず、男性客はその出てきている手を思いっきりほうきの柄の部分で殴る。が、相手は何も言わない。俺は、なんだか嫌な気分になりほうきで思い切り手を中に押し込めた。その瞬間、ガン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 と後ろの窓が叩かれれ、あーあわー、と変な声が聞こえたので振り向くと、窓ガラスがまるで鏡のような状態になり、外が真っ暗だったため、部屋の様子が映っていた。ほうきを持って立っている俺、その横に同じようにほうきを持って立っている男性客。部屋の様子は同じ。ただ違うのは、窓ガラスに映っている押し入れは開いており、押し入れの上部分に奇形の人間らしきものが、ベタと這いうずくまって、こちらを見てる。一瞬何が何なのかわからないまますぐに押し入れに向き直ると部屋の押し入れが開いた状態になっている。ただそこには誰もいない。男性客も同じものを見たらしくキョトンとしてる。どちらともなく、再度窓ガラスを見るも窓は部屋の様子を映しているのみ。そこには先ほどの奇怪な人物はいない。それから30秒ぐらい経った後に。従業員の女性を連れてきた彼女たちが戻ってきた。男性客と俺は何をどう説明すればいいのかわからなかったが、起きたままのことを話す。女性たちは、もう、いやー、帰る。もう、帰る。と泣きながら叫び、従業員は、そんなことあるわけない。今までそんなことがあったことは一度もない。の一点張り、男性客が、確かにいたはずなんですけどね。何だったんでしょうか。と俺に聞いてくる。彼女も、本当に見た？見間違いじゃなくて？と不安な様子。俺も本当に見たのかどうかだんだんとわからなくなる。ただ、ほうきで叩いた時の手の感触などはある。男性客も同じようで、見間違いのはずはないですけどね。という。従業員は、この予感でそのようなことはありません。と向きになり、部屋へ入り押し入れを見渡す。そこには何もない。押し入れの下部分には、布団が入ってるのみ。誰もいないじゃないですか、ただの見間違いです。と威圧的な態度で言う従業員。ただ、振り向いた際に、ひ、と驚きの声を出し尻餅をつく。俺は、何が起きたのかわからずに従業員が見ていた方向、窓を見るも何も映ってない。再度、ひぃ、と押し入れから離れて廊下に逃げ出す従業員。何が何だかわからない客一同。何ですか？どうしたんですか？と聞くと、下、押し入れの下。という、すぐに男性客が部屋に入り押し入れ下を見るも、布団があるのみ。反対側の襖を開けて確認してもやはり布団があるのみ。何ですか？何もないですよ。と言った瞬間、
6人全員がいる状況で、窓ガラスがコンコン、コンコンと叩かれた。一斉に窓を見る。窓には部屋が映っている。人数は合わせて6人。窓には廊下に座ってる従業員も映ってる。女性たちも映ってる。俺も彼女も映ってるし、男性客も映ってる。ただ、布団と布団に挟まれてもう一つ顔がある。男性なのか女性なのかはわからないが、顔らしきものがある。男性客がすぐに押し入れから離れて確認する。その様子も窓には映っている。しかし、俺を含めた他の人たちの目は窓の中の押し入れに釘付け。その顔らしきものはズズズズズズと音を出しながら出てこようと顔を引きすって。体をよじってるように見える。ズズズズズズの間にハート息遣いも聞こえる。男性客はそこから逃げるように後ろへ、それを追いかけるようにズズズと顔も出てくる。そこで彼女は違和感を感じたらしく、そっちじゃダメ、と男性客に言った。ちょっと表現するのが難しいが通常、鏡は前後が楽に映る。つまり男性客が後ろに下がれば男性客の背中が窓に大きくなって映る。同様に顔が近づけば顔も大きくなって映ってくる。ただ、彼女の一言で気づいたのが、顔は布団から出てきてるというよりも、窓から出てきてるように見える。男性の背中は大きくなって映っているが立体感はないのに対して、顔は出てくれば出てくるほど立体感を増している。男性客に、こっちへ逃げて、と言うとすぐにこちらへ逃げてきた。顔はどんどん布団から這いずって出てくる。ズズズズズズという音は、入り口横の押し入れから聞こえるが、窓から顔が立体的に出てくる。それと同時にだんだんと顔だったものがはっきり見え出す。今まで顔と思ってたが、顔で合ってるのかどうかを疑いたくなるような奇怪なものが窓から出てきた。それはぐちゃぐちゃな薄桃色の塊だった。体はぐちゃぐちゃになっており、それを顔のような塊が引きすっていた。その際に出る音がズズズだった。人の目の場所に垂れ下がった目玉と口の位置にくぼみがあるため、人の顔に見えてただけで、実際は布団から何が出てきてるのかわからない。今まで発狂していた女性客たちも、何が起きてるのかわからずただ呆然としている。その瞬間、そっちじゃねえよー、と後ろから声が聞こえた。それと同時に顔のような塊は、と動物の鳴き声のような叫び声を上げてすごい速さで這いずり回り、窓の外に向かってくねくねと動きながら張っていった。本当に何が起こったのか、何だったのかはわからずしまい。全員が何も声を発せれないし、理解しようにも理解できない状況。時間が経ち寒さを感じ始めてきてから男性客が、とりあえずロビーかフロントにでも行きませんか?と全員に向かって言い、玄関前のロビーに向かい、他の従業員も駆けつけて暖房を入れてもらった。毛布やら上に羽織るものやらを用意してもらい温かいお茶を飲みながら朝まで無言で待った。他の従業員たちには女性従業員から話をするも信じられないと口にしていた。さすがに大人6人が震えてるので信じるも何もないだろうが。朝方になり女性客たちは荷物を取ってきてほしいと従業員に告げて、なんでこんな目に遭うのよ。なんなのこの予感。と文句を言い始めた。男性客と俺と彼女は少し話をして、起こったことを整理しようとした。窓の外は墓地か神社でもあるんですか?と彼女が従業員に聞くと、外は崖になっていて、すぐ下に川があるだけです。と答えていた。そこで風呂場で起こったことを従業員に話すと、風呂の外も川だけとのことだった。結局何が起こったのかはさっぱりわからず。外が明るくなってきたので、
従業員が朝食を持ってきて、それを食べた。女性客たちはすぐに帰りたいからと、タクシー呼び、取ってきてもらった荷物を持って。そのまま旅館を後にした、男性客と俺と彼女は部屋に戻り荷物をまとめようとしたが、やはり恐怖が残っており、他の従業員についてきてもらった。そして荷物をまとめて車で駅まで送ってもらうことに。男性客は車で来てたようで、そこで挨拶を交わし別れた。車に乗り込み、駅へ向かうと駐車層から川の方向を見た時に何かがいるような気がした。ただ、何も見えなかった。駅に着き、運転手が、本当に申し訳ございませんでした。またの機会をお待ちしております。と言い返って言った。二度と行くか。彼女といろいろ考察してみたけど、あの塊が霊だとしたら何なのか。誰かについていたのか、それともあの旅館にいたのか。俺が金縛りに会った時に聞こえた。助けて。は誰が言ったのか。結局わからないままです。自分がなんとなく思ったのは、部屋によって異なっているだけなのかもしれませんが、布団の置き場所が上下段が異なっていたのと、女性従業員に聞いた際に時期に向きになって否定してたので、旅館側は何か知ってるのかな?とも思います。自分は二度と行く気はないですが、未だにその旅館はその温泉街で経営を続けています。場所は言いませんが、そのあたりは何か曰くでもあるのかもしれません。ただ実際変な体験だったので表現するのも、難しく、実際のところ何もわかってません。長文の上、誤字脱字もあるかと思います。また、初めて書き込みするので文章がまとまってないかもしれません。申し訳ないです。それと、自分にとっては、シャレにならなかったので、シャレコは過本乗りで悩みましたがこちらで。以上で体験談終わりです。おつ、確かにオチがないだけに気味が悪いな。久しぶりにシャレにならないのすれらしい話だな。怖かったよ。これは俺の話です。中学最後の修学旅行で某都道府県の旅館に泊まりました。当時俺が通っていた中学校は1学年で、600人以上生徒がいる地元一の万モス校だったらしく、男子と女子で何メートルか離れた別の旅館に宿泊支援会が行われました。その日は台風が強く接近しており突風で1枚窓ガラスが割れてしまい修理屋まで呼ぶほどでした。窓側へ俺 BC 入り口、4人部屋で寝る位置はこんな感じに決まりました。部屋の中で賑やかしな映画エロ怖い話に花を咲かせて時間はあっという間に過ぎ、そのうち就寝時間なので先生が見回りで確認しに来ました。もちろんみんな寝たふり、曖昧ですが深夜の1時過ぎた頃だったと思います。テレビも飽きてみんな疲れて寝てたところを来た。強い雨音の中なのに地面を蹴って跳ねる音と呼び声が混じって聞こえる。おい、いるんだろう、おい、いるんだろう、その声は何分もずっと聞こえてきた。B、起きてる ?C、なんか変なの聞こえね。どちらが B で C かなんて細かく覚えていないが3人で布団から起き上がって。カーテンのある窓の隙間からを少し覗く、A だけが反応せず眠っていた。のんきなやつだな。カーテンを少しずつまくる、隙間から周りを覗く。三人がそこにいびつな存在を感じた。髪がなく、目の形がいびつで、体の一部が黒い。それ以上の特徴は俺の記憶が拒否してて覚えていない、喉と首筋の近くに強い寒気が来た。見てはいけないもの。うわ。そいつの首がぐにゃっと曲がって、ぐへー。って、笑った。
よく犯罪や警察の特集番組で出る男性の声をわからないように変声機でごつく変えたような、そんな感じの笑い声。人間が自然に発生できるようなものではない。怖くなってカーテンを閉めて3人とも自分の布団に潜った。グヘイっていうさっきの笑い声が耳にこびりついてしまう。ベランダに人影ゆらゆら揺れているのが見えた。ここは2階、近づいてきたんだ、冗談じゃねえよ。その得体の知れない存在が何度も何度も窓ガラスを強く叩く音、それは明らかに突風の衝撃とは違い、怒り激しく規則性のある叩き方だった。普段はクラスの中で威張って先生に迷惑かけてる A の体が俺の横で額から汗を出して泣いていた。こいつも本当は起きてたのか。A がブツブツ何か喋っている。部屋の中にその声が聞こえた。念仏ではない。申しません、申しません、申しません。その時に誰がこんな原因を持ち込んだのか理解した。こいつだ。錯乱した俺は、B、C と A を置いて真っ先に部屋から叫びながら抜け出す。そこから先の記憶はないんだが違う部屋で目覚めた。三人は部屋の前で先生に倒れているのを発見されて助けられたらしい。先生が部屋に行くと A が汗、涙、鼻水をしたたらし、さらに汚い話だが糞尿も排出して失神していたらしい。A は深夜の中、救急で病院に送られた。旅館の人が通報したので警察の人が来ていろいろ聴取されたが、何を答えればいいのかわからなかった。結局修学旅行も乗り気じゃないまま終わった。A は様子がおかしくなった。たまに学校に来るようになったんだが変貌して無口になり誰とも話さなくなった。あれから B と C も俺を避け昔のように4人で集まって一緒に遊ぶようなことはなくなった。A は途中で早退したり、3学期になると一度も学校に来なかった。結局卒業式にも出席しなかった。卒業して高校生になり、いつだかたまたま A の家の近くを通ると解体されて亡くなっていた。A の行方は知らない。結末も知らない。物語が続くような創作じゃなくリアルな話だから、カブトムシ、携帯から失礼する。子供の頃、友達に K というやつがいた。K はカブトムシをいっぱい飼っていたんだが、成虫を集めて飼育するのではなく、卵や幼虫から育て、飼っていたのだった。カブトムシの飼育は案外難しい。ましてや専門的知識も特にない。幼い少年が世話してるわけなので、成虫になるまで育たず幼虫やさなぎのうちに、死んでしまうやつも多々あった。子供の発想ってのは恐ろしいよな。ある日 K の家に遊びに行くと、K が紙コップに割り箸を突き立て、何かを潰し混ぜている。一体何をしているのかと、俺は、奴の手元を覗き込んだ。紙コップの中で、かき混ぜられていたものは、成長しきれず死んだカブトムシ。紙コップ内の混沌と、かき混ぜられるそれの音は今でも忘れられない。その彼は一体どんな意図でカブトをミキシングしていたんだろうか。おえい、怖い話書いてくれよクズども。家のマンションの屋根付け駐車場にツバメが巣を作ったんだが、親鳥が育児放棄。下にはヒナが散らばっていて、なぜか潰れている。まだ残っている一羽が必死に鳴いている。近所の動物病院に相談すると、野鳥保護を行ってるので引き取ってくれることに。家に帰って急いで小さい椅子を探し、ヒナを入れるための箱とビニール手袋を持って駐車場に走る。ビニール手袋をはめ、ヒナに手を伸ばすがなかなか出てこない。困って手を引っ込める。ふと下を見る。手から腕にかけて何百匹ものダニがゾゾ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 ゾ
パニクリながらも椅子から降りて尾に手を外そうとする。地面が見える。何万匹ものダニがうじゃ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 。生えてきたのはサンダル。足にもダニがゾゾ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 。結果、トラウマ。書いている今もジンマシンが、それでもヒナを出そうとしたがヒナ拒否。オメガ、次の日見に行ってみるとヒナは冷たくなっていた。ダニは巣の中にちょっといるのみ。あのダニは一体どこへ行ったのか。ああ、ゾワゾワする。おお、結構いいね。自分はこういう動物系や虫系が来るな。昔、小学生の時、ムー、についていた小冊子を見ていたら、君にもできる、お化けの声を録音、というアホな記事があって、アホな自分はその方法を実践したんだ。当時は CD もなくラジカセの付属のマイクで、霊界の皆様現世で言い残したことがありましたらこちらでお話しください。と言ってカセットを空録音するという簡単な方法だったしね。部屋を暗くして部屋から退出してオートリバースで60分。隣の部屋には兄貴が勉強していたけど邪魔をしてはいけないと思い内緒でやっていた。60分経って A 面を真面目に再生したが、ザーという音しかしない。そりゃそうか。しびれを切らして頭出しボタンを押した。何かが入っていれば、チュルルーって音するしね。B 面に入って半分。チュルルチュルルチュルル、小学生のアホの分際で恐怖だけは一人前に感じた。恐る恐る巻き戻して再生したんだ。ザー、ここでなぜかノイズが完全にクリアーになる。ギリー、鉄のドアが開くような音。ママー止めてー。男の子？止めてよーママー。女の子？助けてー。止めてよ。二人。ママーらしき人はここで書類のようなものを数える。シャカ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 。ママー止めてー。叫び続ける子供たち。叫び虚しく鉄のドアは再び閉まった。ギーガッシャーン。ザー。青ざめた俺は、兄貴のいたずらと決めつけて隣の部屋に殴り込んだ。テープを聞かせたら兄貴も青ざめていた。お前、下にいたんだろ？自分の部屋は2階。こんな大きな音聞こえたか？確かに、ありえない音量で録音されている。で、自分の部屋のドアを思い切り閉めて実験してみたんだよね。ダメだ。ノイズが消えない。似たような音は出るけど、お袋からうるさい特徴が出る始末。考えたら男の子と女の子の多重録音なんてラジカセじゃ無理だ。二人いないと。この声はどうやったら吹き込めるんだ？当時はかぐや姫やらオフコースの心霊レコードが有名で、兄貴と俺は、話し合い、呪わしいから焼却しよう、と結論して焼却したんだ。未だにあの会話の意味がわからずにいる。みんなもふざけ半分で霊界の声を聞こうとかしないでな。オチがなくてごめんけど本当の話です。リツコ。俺、小さい頃の記憶ってほとんど残ってないんだけど、一つだけものすごく鮮明に思い出せるのがある。幼稚園の頃、俺は、幽霊の女の子と遊んでた。その子は確か名前はリツコ。初めて会ったのは、当時住んでた団地の裏手に広がってた。芝生の空き地で一人で遊んでた時だった。俺は、彼女と出会い、しばらく一緒に遊んだ後、リツコは、自分が幽霊であることを俺に明かした。自分から正体を明かすなんて今思うとかなり珍しい種の幽霊だったと思う。リツコはしごく真剣な顔だったから、俺は、彼女が嘘をついているようには、見えなかった。実際よく見たら足がない、本物だと思った。だけど怖くはなかった。リツコと遊んでいると本当に楽しくて、いつも気がついたら夜だった。時間を忘れるって。
まさにこのことなんだと子供ながらにひしひしと感じていた。別に自分は律子に呪われている風でもなかったし、取り憑かれてる憑かれてる風でもなかったから、単なるちょっと違ったための友達として、毎日のように遊んでいた。親や友達には秘密、なぜか秘密にすべきだと感じてたから。多分幼稚園の年長の終わり頃だったと思う。ある日俺がいつものように芝生の空き地に行って、夜まで遊んで、じゃあ帰るね、と言ったところで、いつもはじゃあね、と見送ってくれる、律子が俺を引き止めた。怪訝な顔をする俺に、律子は確かにこう言った。まるまるくん、俺、は、死んじゃダメだよ。その言葉が意味するところはその時の俺にはわからなかったから、とりあえずうん、と答えておいて、俺は、芝生の空き地を後にした。それ以来、もう俺は、律子と会っていない。消えてしまったのだ。跡形もなく。そしてちょうどその頃俺は、引っ越すことになって、芝生の空き地から遠ざかった。けど、今でも、一時も律子のことは忘れたことがない。でね、俺今うつ病なんだ。いや、正しくは医者がそう判断しただけなんだけど。だってうつ病にかかるような原因がちっとも思いつかないんだ。別にいじめられてるわけでもないし、家族はみんな仲いいし。正直俺のんきだからストレスなんてあんまり感じないタイプだし。でもね、なぜかよくわからないんだけど、何をしても楽しくないんだ。あんなに好きだったパソコンもアニメも全然楽しくない。すでに楽しいっていう感情さえ忘れかけてるような気がするくらい。もちろん何度か自殺は図ったよ。でも、なぜか毎回助かっちゃう。絶対死ぬだろうっていうようなやつでも、どうしても助かっちゃう。楽しくないと思うたび、自殺を図っても助かってしまうたび、俺は、律子のことを思い出す。異常なまでに楽しかった日々。まるまるくんは、死んじゃダメだよ。そしてね、俺がうつ病にかかったのって、ちょうど、律子と出会った頃なんだよね。俺がうつ病にかかったのって、ちょうど、律子と出会った頃なんだよね。それは幼稚園の頃からうつ病ってことか？それはそれですごいな。ごめん言葉が足らなかった。律子に会ったのって夏の終わり頃なんだけど、今年の夏の終わり頃にうつにかかったって意味。ボキャブラリ貧困ですまそ。先週の話。夜中にゲームしてたら携帯が鳴ったんだ。でもちょっと手が離せない状態だったんで。まあ留守電も ON になってるし。って考えて放置したんだわ。ところがのんきな俺は、ついついゲームに没頭しちゃってそのこと忘れちゃったんだ。で、寝る前に携帯の目覚ましセットしようとしてそのことに気がついたんだ。うわぁやべえ。と思って着信履歴見たら、非通知設定。でもしっかりと留守電話残ってたので聞いてみたんだ。夜中の3時くらいだったかな？無言なのね。でもなんか聞こえるような気もするので音量上げてもう一回聞いてみた。じゃあおらおじいわいらー、ゾッとしたね。残ってたのは、か細い女の子の赤ん坊の声。これを読んでくれたあなた。文章じゃこの怖さは伝わらないだろうけど、深夜一人で携帯から赤ん坊の声聞くのって結構、来る、もんだぜ。慌てて携帯投げ捨てたんだけど、そこはほれ、俺もこの板の住人じゃん。もう一回、聞いてみたんだわ。内容は同じ。当たり前か。赤ん坊の泣き声。それが留守電切れるまで続いてた。しかっていうがこの十月十日ほど、種をまいたことはない。中出ししてない。さすがに怖くなった俺は。キッチンから味噌を取ってきて携帯に振りかけ。間違えて最初に、味の素、
をかけたのは内緒だ。さあこれで一安心と。布団に潜り込んだ。翌朝、冷静な頭で考えてみた。昨日のあれは一体何だったのだろうと。可能性として高いのはいたずら。でもまああんな手の込んだいたずらするほど。暇な友人はいないので、別の角度から検証してみた。携帯電話のリダイヤル機能。これはありそうじゃね？ガキが人の携帯いじってて偶然、リダイヤル機能を押した。ありそうだ。早速俺は、子供持ちの友人知人に電話しまくった。昨日、俺に電話した？もともと電話嫌いな俺の番号知ってる奴は少ないし、その中でも子持ちって、数名しかいないのですぐに結果が出た。該当者。で、次に俺は、俺から電話かけた奴。俺の携帯番号知ってる奴。に。片っ端から電話かけまくった。結果は同じ。該当者。で、ここに至って操作方法に手詰まりを感じ、ぶっちゃけ飽きてきた。ので、まあオカルト好きな知り合いに話して終わりにしようと思ったわけだ。一通り黙って話を聞いて友人が一言。とも、ねえあんた、本当に心当たりないの？俺、ねえなあ。とも、でもあんたさ、きっと心当たりあるはずだと思うんだけど、俺、なんでさ？とも、気がついてないのかなあ。その話のおかしいところに、俺、とも、あんた自分ではっきり言ってるんだよね。女の子の赤ちゃん。で、とも、あんたさ、赤ちゃんの声聞いただけで、とも、性別ってわかるの？おう、ゾッとした。そういやなんで俺、あの声聞いただけで、女の子、で、断定できたんだ？おかしくね？赤ん坊の声なんて男女の差ないよな？俺なんで、女の子、ってわかったんだ？つまらない話で悪かったな。それ以来、夜は携帯切って寝てる。また非通知からの着信があったらたまんねえからな。少々長いがお付き合いをば。A と B、二人の若者がドライブをしていた。突然目の前に現れた影を引いてしまう。やば。慌てて車から降りる二人。うめき声が聞こえる。どうやら人を引いたらしい。が、二人は安堵にも似た奇妙な感覚を覚えた。引いた相手は、二人が住む町で有名な頭が少しおかしい不老者だったのだ。若い二人からしたら、彼など道端の猫と同然、はは、こいつか、あ、悪いなおっさん。などと言い、笑いながら二人は車に乗り去っていった。後日、一人暮らしの A は自宅で彼女と酒を飲んでいた。夜も更けかけ、翌日自宅で用がある彼女を玄関まで見送り、酒も回って心地もよく、そろそろ寝るか、と思ったところで携帯が鳴る。B だ。B？ おい、A？ お前今どこにいる？やたら興奮した様子に苛立ちすら覚え、不機嫌に A は答える。A？ あ。家だよ A。寝るとこ、何の用だよ。いいか、B の話。A と同じ町で同様に一人暮らしの B。自宅で寝ようとベッドに入り、意識も薄れかけてきた頃、ドアを叩く音で目が覚めた。どんどんどん。おい。A だけど開けてくれー。こんな時間に連絡もなく来て騒ぐ A に B は若干の怒りすら覚えたらしい。そっと重い腰を上げ、静かにドアに近づく。ドアをいきなり開けることで深夜の非常識な友人に怒りのアピールをしようと考えたからだ。どんどんどん。おい。A だけど開けてくれー。うっせえなこの酔っ払いが、ドアの前にこっそり立ち、位置の確認のためにスコープを覗く。そこで B は固まった。そこにいたのは、A の声を発するテープレコーダーを持ち、バットでドアを叩く。例の不老者だった。
B は声も出せず、またスコープから目を離せず、ただ立ち尽くしていた。しばらくすると、その不老者はレコーダーを止め、こっち、いないいない、とつぶやき去っていったそうだ。はいはい。怖い怖いっと。酒のせいもあり、また、不機嫌な A は真剣に話を聞こうとはしない。B、バカ、嘘じゃねえ。あいつ、こっち、いないって言って、ピンポーン、A の家のインターホンが鳴った。A、あ、彼女が忘れ物でもしたのかな？ OK、B、その話はまた明日。おやすみ、B、待て、切るな。B、半ば強引に電話を切る。ピンポーン、再びインターホンと同時に声。おい、A、A、はいはい。今明け、ピンポーン。おい、A、外から B が A を不機嫌に呼ぶ時の声がする。一瞬、A の思考が止まる何秒経っただろう。そして、ドアを叩く音と、聞き覚えのない笑い声が響いた。ガンガンガン。いる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 。俺がまだ生まれてなかった頃。親父は山仲間二人と秋山登山を楽しんでいた。連休で天気も良好、のんびりと、山男の歌、とか歌いながら順調に登ったらしい。だけど、昼も過ぎたあたりから急にガスってきた。そのまま、乙女心と山の空、というようにあっという間に雨が降ってきたのだ。まあ自称ベテランの親父たちは、ガスったあたりからやっけ起きてたので問題はなかったのだが、そのままのペースで歩けばあと2時間ほどで宿泊予定の山小屋に着くという時に、仲間の一人、仮に樋口さんとする、が、サミーとつぶやきうずくまってしまった。どうしたのかと額を触ってみるとものすごく熱い。それに顔は真っ青だ。これはまずい。と樋口さんに肩を貸しながらやっとの思いで山小屋にたどり着いた。その時点ですでに3時間もかかってしまってた。樋口さんの顔色はもう土色になっており、早いとこ横にして寝かせてやりたかった。だが、悪いことは重なるもので、山小屋はすでに満室。廊下にも人が溢れ返っていた。親父。せめて樋口だけでも寝かせてやってください。山小屋の管理人。申し訳ない。健康な人なら無理やり止めることはできるのだが。親父、まだ大丈夫です。なんとかお願いします。山小屋の管理人。わかりました。こちらに、そのまま案内された部屋を見て親父は拍子抜けた。その薄暗く、カビ臭い8畳ほどの部屋には親父たちを含め4人しかいなかったのだ。先客の一人は部屋の端っこで容疑よく寝ていた。そしてカビとは違う何とも言えない臭いが立ち込めていた。なんだ？こんな部屋の無駄遣いっぷりは？あんなにたくさん人がいるのに。親父は疑問には感じたが、まずは仲間の解放だと、コヘルでお湯を沸かし、熱い雑炊を作って樋口さんに食べさせた。ついでに親父たちも夕飯を済ませ、7時頃には樋口。おしまい。